眠れないあなたのための安眠トーク。今回は過去に都市伝説について語った総集編です。ぜひお楽しみください。眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の、堀田先生をお招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやーね、ありえない話ってね、あるんですよね。いやね、私ね、先日ね、まあこれありえないなーっていうような話がね、一個あるんですけど、実はね、富士山、富士山にまつわる話って結構あるでしょ、不思議な話。あそこは、青木ヶ原の樹海っていうのもあるんです。で、青木ヶ原の樹海ってのは自身の名所って言ってね、有名なんですけど、富士山ってね、私、ちっちゃい時からよく行く機会があったんですよ。別荘地があってね。で、山崎さんも一緒に行ったことも何回かあるじゃないですか。で、あそこを行くとね、必ず河口湖からタクシーに乗るんですけど、運転手が時々ね、不思議な話をしてくれたりとか、することがあるんですよ。まあちょっとその話はね、今日はね、ちょっと置いといたとしてもね、実はね、この間ね、これ10年ぐらい前の話かな、ちょっと富士山までドライブ行こうなんて言って、で、ドライブ行ったことがあるんですよ。ほいでね、ドライブ行ってね、御殿場インター降りて、富士山の方向をずっとまっすぐ行く道があるんです。もうひたすらずっと富士山に向かって行くんですよ。で、そうするとね、自衛隊の、こう、なんていうか、演習場あるんですよね、富士山のふもとにね。で、その横にちょっと入り口があって、で、そこの入り口で普段門はね、閉じてるんですけど、なんか、その日は空いてて、このままちょっとまっすぐ行ってみようかな、とかって言って、ほいでね、まっすぐ行ったらね、もうずーっと長いこと道が続くんですよ。で、だん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 これ坂道になっていって、その坂道もずーっと続くんですって、くねくね、くねくねとしたね。もう日光行くと なんだっけ、七曲り坂でしたっけ、なんかありましたよね。いろは坂。いろは坂だ。そうそうそう。いろは坂どころじゃないですよ。すごいもう、アルファベット坂ぐらいのね、数の、坂道をずーっとひたすら行ったら、これ、結構な高さまで来てるぞ、これっていう。もう雲の上なんですよ。車も。ほいで、到着した駐車場、着いてびっくり。もう、頂上がすぐそこなんです。もう、そっから、ダッシュで、15秒で頂上着くぐらいのところまで来たんですよ。僕も初めて知ったの。車で頂上来れちゃったっていう。5合目までしか普通行けないですよ、ね。いや、そうでしょ。で、僕らもそう思ってたんですよ。そう。車で行けちゃったんですよ、頂上まで。うっかり。これ、この話していいのかな？昔の話ですもんね。いいんじゃないですかね。その、普段は、そうなんです。閉まってるゲートが開いてて、そこ行ったら、頂上の近くまで車で行けちゃった。行けちゃったの。すごいな。この話、結構みんなにしてるんですよ。そしたら行ってみようって言って、行ってみようって言って、何回かチャレンジしてるんですけど、その、ゲートが閉まってるから行けないんですよ。そうなんだ。そう。一回だけなんですよ、僕そこ行ったの。すごい。そう。誰もいなかったですよ、その駐車場。ちょっと砂利の道のね、車が止めるところがあって、おいで、うわ、すげえ、これ、雲の上だと、だから、上から雲見下ろしてるんですけどね。当然ですよね。そっち、富士山ですから。多分、冬間は普通の車で行けないですけれども、もう普通の、乗用車、セダンで行ってますよ、そこまで。それ、すごいな。うん。それをやった一般人あんまりいないじゃないですか。知らないんじゃないですか。そうです、ね。知らないし、そんな、富士山の頂上まで車で行きましたっていう話聞いたことないですよね。でも確かに、いろんな物資とか運ぶのに毎回ヘリ飛ばすわけじゃないし。あ、そうです。まあ、人が運ぶ山小屋と多いですけど、でも富士山ぐらいの大きさになると、規模になると、確かに車で行った方が絶対ね。いいはずでしょ？ですね。そう。しかも5合目まで行けるんだしね。車でね。で、車で行けますなんて言ったら今度渋滞になるでしょ、あれ。確かに。富士山でとあろうものが。確かに。ね。だから多分隠してるんですよ。なるほどね。絶対。じゃあ登山道から見えないですかね。その車の通りに。ねえ、どうなって。あれ、これ話聞いてる人で知ってる方いたらね、教えてほしいです。僕もだからもう一回、あれ、夢だったのかどうかもわかんないぐらい。なるほどね。いや、もう本当もう一回行こうと思ってもできないことですから。
なんつったってそこの演習場の隣のその道入れないですからね。試すにも試せないし、内緒にしてるんですか。びっくりした、ね。もうすぐそこです、頂上。本当に。もう。そうなんだ。うん、ダッシュで頂上まで行ける。しか革靴で。富士山革靴で頂上まで行けちゃいます、あれだったら。うん。持ってますね。持ってますよ。ね、うん、みんなだって、登山靴履いてる。そうでしょう。日課ポッカーですもんね。日課ポッカー、うん。で、なんか変なニットの帽子かぶって。そう。冬だったよね。そうそうそう。それを涼しい顔で。そうそうそう。普通の。アルファロメオで行きましょう。アルファロメオの普通のセダンの156っていう普通のセダンタイプで。はい。うん。よく覚えてます。普通に、はい、行きましたもん。そうなんだ。そうそうそう。すごいっすね。もう20年ぐらい前ですかね、あれね。うん、ですね。うん。うん、へぇ、面白い、面白くてね、それ、ね、未だに思い出すんですけど、うん、誰も知らないんですよね、その話ね。不思議なことあるなぁと思って。都市伝説ですね。いや、もはやそうでしょ、あれ。都市伝説でしょ。そうです、ね。それ。うん。なんか、いいですね。都市伝説の話できるようになってきた。できる。なんか、憧れだとか言ってましたよね。私、憧れてるんですよ。うん、そう。都市伝説っていうかね、あのね、じゃあ富士山のその樹海の話ちょっとね、はい、タクシーの運転手さんの話も結構いろいろ興味深い話があって、あのタクシーの運転手さんたちってね、うん、もう富士の樹海、あんなね、山の中で、うん、あの、夜中、たくさん人を降ろしてるんですって。へぇ。うん。そう。夜行くんです。うん。でもやっぱ頼まれたからそこまで乗っけていかないわけにいかないからって言って、行くんだけど、もう運転手さんも分かってるんですよ、この人たち。うん。うん、そう。これから一方通行なんだなーっていうのはね、分かってて乗っけてるんですって。そう。で、そんな話をね、あの、向こうからするわけじゃないんですよ。うん、あの、突然ね、僕ら、ね、まだ僕も子供の時ですよ。はい、あのね、あれ、先ほど一人乗ってたはずなんですけど、あれおかしいなって運転手さんが突然言うんですよ。うん、え、乗ってたって、私、二人しか乗ってないわよ、つって、うちの母と僕一人だけ、うん、あの、二人だけで行ってるんですけど、三人乗ってきたって言うんですよ。うん。うん。で、もう一人、あれおかしいなって、今、止めて車を降ろしてもいないのに、三人乗ってたはずなんですけどね。で、しかも、その三人の人、もう一人の人って、あの、この間夜中、ここで降ろした人ですよ、っていうの。ね？つまり、そう、霊だっていうことでしょ？うん。そう。だから、ここで一回降ろした人、あの人はちゃんと生きてたんだ、つって、安心しましたって話しかけてきた。あ、なるほど。うん。で、言おうと思ったらいないから、うん。うん。あ、ごめんなさいね、うん、こんな話してね、実はね、うん、って言ってさっきの話になって、よく下ろすんですよ、つって。うん。また、堀田先生のお母さんが、まあ、はい、あの、霊感強いですもんね。そうです、霊感強いからね。うん。で、やっぱりね、あの、すごいたくさんついてくるんですよ。うん、うちの母はね、自分でこう、あの、お祓いができるんで、うん。うん、だから、ついてきても別に、なんてことないみたいなんですけど、僕のこともお祓いしてくれるしね。うん。うん、見たことあります。あ、でしょ、はい、そうでしょ、うん。あんたの死刑動いてきたの、そうでしょ、そうそうそう。そうなの、そうなの。手も足も出なくなったっつってね。お墓、うん、お墓に行った日でしたっけ、そう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 。なんでわかんだろうと思ってびっくりしました。そうでしょ、うん、そうなの。うん。あとなんかね、飛び降り見ちゃって、僕。うん、それで、見ちゃって、町田の。そう。東急ハンズの上から、それ見ちゃってね、それね、それはもう自分の中でのもう、誰にも言わないことにしようと思って、うん、で、家帰って、したら、うん、玄関まで血相を変えて母親が出てきてね、うん、あんた今どこ行ってたのって言うから、うん、うん、いや、どこ行ってた、別に普通に行ってた。てか、なんか見たでしょって言ってきた。すごい。うん。で、なんでかつはついてきてるよっていうことなんですよ。そういえばありましたね。町田で飛び降りの瞬間を目撃しちゃったっていう。そうそうそう、うん、あったなぁ、うん。っていうか、あ、それについて何かありました？
いやいや、ないけど、でも、変な話ね、あれ見てるの何十人、何百人も見てるんですよ、あれ。やめろとかで、下からこうやって。あ、そうだったんだ。そう、やめろとかって言ってて、ほいで、もう何百人もいる中から僕一人選ばれたってことでしょ、ついてきたって。すごくないですかって。なんで、ついてくるのかなっていうと、やっぱりこの人についてくと、なんかこう、救われるって思ったっていうことなのかな、とかね、思うんです。分かってもらえる人に会えるかもしれないとかね。男性なんですか、女性なんですか。男性。男性でしたね。年齢いくつぐらいなんですか。若いですよ、あれ多分。まあ遠かったからはよく分かんないけど、20代、下手すりゃね、高校生とかの可能性もある、若かったな。裸でしたね。え、そうなんだ。裸だった。いやだから落ちた瞬間なんか見れないですよ、怖くて。音だけは残ってますね。あ、そうなんだ。こんな。そうそう。なんかでも、この、YouTube 始めて余計思ったんですけど、はい、浅野敦子さんが、はい、家の裏に住んでたとか、そうそうそう、あと、もう他にもいろいろありますよ。なんだっけ、とどろき、うん。とどろき二郎さんのお財布さん。拾ったのか。うん、そうそう。結構、先生、すごい経験豊富ですね。まあでもね、そういろいろ、まあ長く生きてりゃね、なんかそういうのもあるんだろうなと思いますけど。私全然ないからすごいな、うん。あ、そうですか。うん。そうそう。へ、思い出すとね、結構いろいろありますよね。そっか。BGM いっちゃいますか。いっちゃいますか。ね。便利だな、俺。じゃあ、BGM、お聴きください。はい。そっか、それも。BGM の時ってこれあれですか、なんかないのかな、こう。BGM。最近、あ、わかんない。モノマネ、私も練習したんですよ。あ、何よ。トラさん。やってみてください、トラさん。うん。まあ、いいや、どうぞどうぞ。ちょっと、トラさんのモノマネの前に、はい、いいですか、思いついちゃったこと言って。何ですか。長渕剛主演のオルゴールの映画で最後切られる人って、うん、あの人ってトラさんの弟子の役の人似てません？うわ、覚えてないです、全く。あ、まあ、じゃあ、どっちも覚えてないです。あ、いやいやいや。トラさんの弟子って誰ですか。毎回出てくる人ですか。うん。毎回じゃない。最初の頃かな、よく出てきてたの。兄貴って言って、ガジロじゃない人、もう一人。へぇ、うん、射程みたいな感じで。あ、わかんないですね。うん。あ、そうなの。うん。あ、ごめんなさい。ちょっと。いや、これただね、完全に練習中なんですよ。おぉ。だからね、人前でできるような。はいはい。ないんです。いや、トラさんの真似って言ったら、大体お決まりのね、うん、生まれも育ちもってやつで終わるけど、うん、普通、本当のトラさんのモノマネしてる人って見たことないから、うん、ちょっとやってみてほしい。うん、ちょ、じゃあ俺が邪魔者だったのがいい？ちょ、ちょっと待ってくださいね。うん、いや、なんかいい感じですよ。うん。終わらなきゃな。俺の気持ちは俺だったんだよ。ちょ、俺がいない方が言ってんだろ？出てってやろう。ああ、わかった。じゃあ、いいよ。いやー、これ、この前、ちゃんとできたんだけどな。いやなんかね、いいところついてますよ。いい場所を俺、やってくれてる。これ、完成した暁にはちょっとね、BGM タイプじゃなくて、オンタイムでやってもらいたいですね。そうですね。じゃあ、オンタイムでやる自信ないな。そうですか。じゃあ、BGM タイムだったら大丈夫だけど。別にこれ、BGM タイプだからって、オフしてるわけじゃないですからね。いや、でもこれ。今だってみんな音楽聴いて寝てますから。あ、そうですか。そうそうそう。ああ、そうなんだ。ほんといいんだ。まあよく僕システムよくわかってないから。いやまあいいんですけど。BGM タイムってなんかこう、あれでしょ？切ってくれてるわけでしょ？大体こう、オフにして。大体。え？これ流れちゃってんのこれ。流れてますよ。で、いつも僕らふざけてるやつ、流れちゃってもあれ。当たり前じゃないですか。あれ、それじゃ、いや、ただ、寝れてないんじゃないですか、皆さん。いや、ただ、だね、はい、寝てますよ、だから、その、そういった意味では。ああ、そうですか。うん。ああ、そうか、そうか。もともとほら、他の、半眠チャンネルやってる、他の YouTuber の皆さんが、
途中で音楽聴かせてる。いや、ありますね。っていう。うん、で、それ真似しようって言ってやって、はい、やり始めたじゃないですか。うん、でそういった意味では、なんかもう今、寝てるんじゃないですか。いや、あの人たち、だって BGM タイムの時って完全に喋ってないですよ。で僕ら喋っちゃってないじゃないですか、全然。だから寝る理由ないじゃないですか、BGM。そういうこと言うんだ。まあ、あ、でもまあ、BGM の無駄遣いってなんかコメントに書いてあったね、方が言いましたけど。ああ、なるほどね。そうですよね。そうか。まあでも、ね、いいじゃないですかね。なんかこう、我々もなんかこう気持ち、また切り替わってね。違うこのなんか話、前編と後編って分かれてるって感じで。あね。だ確かに昔の映画って、休み時間ありましたもんね。あれ良かったですよ。いや、私知らないです。あったんですか？あのね、今でも時々あります。特に、あのね、長編のタイタニックとかね。休憩ありましたね。あったでしょ。昔の名画とか見ると、ここまでが前編で、つって。うん。一回幕閉じるんですよ、映画館。確かに途中でトイレとか行きたくないですね。行ってた。うん、そう。あれ良かった。それで、みんなトイレ行って、この会場から出て、みんな一服したりとかね、コーヒー飲んだりとかして、で、それからまたブーってブザーが鳴って、うん、じゃあ後編、次後編見よう、つってまた入って席についてみるって。あれなかなか風情があって良かったです。そんな感じで使ってもらえたらいいと思うんですよ。あ、そうですね。寝れない人は、うんうん。YouTube、あ、だからその、なんだっけ。BGM タイムの時に、うんうん、トイレとか行ってもらったり、歯とか磨いてきてもらって。あ、歯を磨く。はあはあ、じゃあ BGM タイムは何分後にまた再スタートですっていうのを言った方がいいと思うんじゃないですか。本当はね、確かに。いきなり私たちの場合終わっちゃいますもんね。そうですね。あれ良くないですね。うんうん、じゃあ次から今から何分間とかちゃんと言った方がいいかもしれない。言った方がいいです。3分休憩ですとかってね。BGM だから3分ぐらいにしましょうか。あんまね。そうですね。あんまりね。長くても、多分その BGM だからつって他のチャンネル切り替えちゃったりとかね。あ、うん。それは寂しいっすね。そう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 、そう。うん。だって、ね、まあ、いっそのことやめてもいいですけどね、BGM タイムっていうのはね。ああ、そうですか。意味あんですかね、これ。BGM タイム。いや、だからあるでしょ。あるから。そうか。僕ら喋んなくていい時間。そうそうそう。ね、なるほど。最初のうちはもう私、罪悪感で耐えらんなかったんですけどね。はい。だけど今は慣れてきました、ね。ああ、そうですか、はい。多少のこういう時間あってもいいんじゃないかなって。うん、そうです、そうです、ね、うん。雑談がね、できますもんね。そうです。BGM 以外の時は雑談じゃないですもんね。うん、もう寝かせよう、寝かせようっていうなんかね、頭をくる回転させてね。今だって寝かせようとしてますけど、でもそれは少し、あれですもんね。うん、違います。もう頭全然違いますよ。まあ、にしてもね、そろそろ。まあ、BGM タイムはまあそろそろおしまいにしておきましょうか。そうですね。はい。さあ、皆さん眠られたでしょうか、はい、ね。どうでしょうかね。いやね、実はね、さっきの話ね。はい、はい。青木ヶ原の樹海って僕らね、二人一緒に行ってるんですよ。あれ、なんか入ってるんですよ。覚えてます？なんか、うる覚えであるような気がします。どれくらいまで奥に行けるかまで、そうか、やりましたよね。そう。あれ、不思議なのがね。そういうことしてる人って、記憶が消えてるんですよ。うん、富士の樹海一回入って、ほ、うん、いて、出てきた時って、富士の樹海の中入ってる記憶ってなかったりとかする人多いんですって。へぇー、うん。そうなの。あ、でもなんとなく、あれって、堀田先生のお父さんの車で、途中で止まって入ったんでしたっけ、うんうん、違う違う違う。もう、その別荘地が樹海の中にあるんですよ。はいはいはい、樹海のところを切り開いて、はい、本当に医者しか入れない。うん、街がドクタービレッジってのがあって、うん、うん、でそこのドクタービレッジの中にあるまあね、とこからちょっと歩いていけばもうすぐ樹海なんですよ。おうおうおう。でちょっと試しにね、山崎さんと一緒に長いロープを使って、はい、長いロープを使えば入っていけんじゃねえかっつって入ってたことあんの。へえ。これでその道路に一番近い木にくくりつけて紐をつけて、ほ、うんうん、いでこの紐を使えば中まで入っていけるんじゃないかっつって、うんうんうん、入ってって二、うん、人とも話したのは、うん、紐があっても帰れないわって思った。え、なんで？要は、うん、あれね、要はね、まっすぐ歩けないんですよ。もう段差もあるし、うんうん、でそれを避けるためには、うんうん、もうこう右に行くしかもう前に進めないとか。うん、
そう、そんなことがあるから、二度と元に戻れないんですよ、あれ。なるほど、ね。これ以上先に進むと大変だわ、つって、やめたんですよ。だからあれね、道路から面し、結構広い道路ですよ。広いっつっても、まあ、一車線ずつの道路なんだけど、そこからちょっと入ると、もうその道路を挟んで向こうの茂みしか見えないから、出口が分かんなくなるんですよ、あれ、すぐに。ああ、なるほどね。うん、それを深夜ね、タクシーであそこで降ろして入ったら大変なことになるなと。そう、それ帰ってこれないですよ。なるほどね。うん、そっか。じゃあ、くれぐれも受解をね。そうですね、受解はね。そうだね、気をつけてほしい、うん。はい、ということでね。はい。はい、じゃあ、今日のこの辺で、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いやーね、今日はもう本当にいい加減皆さんにね、眠りについていただきたい。早く寝たい、寝てほしい、うん、うん、その前には歯磨いてほしいな。あ、うん、で宿題も終わらせといたかなって思います。はい、加藤ちゃん加藤ちゃんっつってもこれ分かる人いないんだろうな。もう今ね、もうみんな死んじゃったね、加藤ちゃんっつっても ね。加藤ちゃんまだ生きてますから加藤ちゃん関係ないけど、あの面白いね、あのちょっとだけよって今思うけど、ちっちゃい時はあのシーンなんかこうあんまりよく分かんなかったけど、うん、なんか本当面白いな、あのネタって思うな。うん、もう覚えてない。ヒゲダンス。あ、知らないんだ。いや、知らなくはないですよ。あんまり覚えてない。ああ、そうなんだ。あの、なんかこう、タブーっていう音楽を起用して、てんてててん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 っていうの、うん、あの曲もすごい名曲じゃないですか。うん、で、それをこう、ドリフターズの人たちは、うん、ああいうコントに使っちゃうんだ。しかもピンク色の照明当ててね。なるほどね。あのセンスね、表現族にはなかったなと感心はしてますけど。ああいうの考えたのって、イカリア長介なんですか。そうなんですって。あ、そうなんだ。そう、かっこいいですよ、その。かっこいいし、面白いし、かっこいい。面白い。うん、そうそう。うん、そうなんだ。そう。自分で考えたくせに、やめなさい、バカって毎回ね。笑わずに本気で言えるってすごい役者ですよね。確かに。もうちょっともう一回見たくなってきた。かっこいいですよ、そう。ね、うん。加藤ちゃんも面白いな、本当に。うん、あれ、知ってます？あのコントで。うん、なんだっけ、高校、甲子園のコントなんですけど、うんうんうん、国旗を持ってきて、うん、タッ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 タに変わって、あのスネアドラムが。で、それでいきなりピンクの照明が当たって、で、あのタブーの曲が流れていきなりちょっとだけよってやった瞬間、後ろからバーンって殴られるんです。あ、そういうのってこう、すごいじゃないですか、これ。はいはい、面白いんですよ、もう。まあ、口でその面白さ分かってもらうと難しいですけどね。そうですね。YouTube で見ていただいて。すいません、ちょっと、ごめんなさい。今日はね、だから安眠にね、ついていただこうと思って。すぐ忘れますよね。失礼いたしました。うん、そうです。うん、いい加減ね、皆さん寝て、ね、あの、寝ていただくためにはね、うん。うん、あれ何でしたっけ、忘れちゃった。で、何でしたっけ、今回は、はい。今回ばっかりは本当に早く寝てもらうために、そうです。うん。研究したんだけど、はい、その前に歯磨いた。そう、思い出した。ああ、失礼いたしました。いやね、実はね、さっき聞いた話なんですけどね。はいはい。まあこれね、うん、皆さんを、安眠につかせる、ついていただくためにはね、やっぱりね、宇宙の話がいいって。でね、宇宙っていうのがなんで眠りに関わるかっていうこともね、うん、絡めてちょっとお話ししたいなと思うんですけど、そうそう、うん、あのね、やっぱり皆さんなんとなく薄々感づいてる方はいらっしゃると思うんですけど、うん、なんとなくこう、眠りにつくときに、宇宙の話って聞いたりとかされる方多いと思うんです。うん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 、やっぱりね、うん、やっぱり地球上に住んでる生物、すべて宇宙からの影響を受けて生きてるんですよ。あ、月とかをはじめとして。そうです、そうです。うんうんうん、そうです、ね。宇宙からの影響を受けているっていうのは、これもまた、人類もまた、やっぱり同じでね。特に、これ、
男女の差もあるんです。女性の方が宇宙からの影響を受けてる。女性の感性っていうのはね、宇宙からの影響をもろにこう受けてるらしいですよね。男性はちょっと鈍いんですって。へうん、特に、はい、何ですか？本当っぽいなと。いや、本当なんですって。だから月の影響を受けたりでもするっていう。はいはいそれはもう皆さんご存知の通りだと思うんですけど、うん、今ねやっぱりこの間もお話ししたように太陽フレアの影響っていうのは結構やっぱり大きくて、うん、電磁波とかそういう携帯への影響っていうんだけど一番影響を受けてるのは女性。うーん今ね太陽フレアっていうのは、うん、まあ、あの近年の中では割と頻繁にこう、太陽嵐っていうのはすごくちょっと多めに出てるらしいんですよね。でそれによって女性がちょっと不安性格も不安定になってる方が多い、うん特に年配の方は、まあ、更年期障害でって言われる方多いんだけど、実は、更年期障害とかじゃないんですよ。うん、もうそれ、太陽フレアの影響で、ちょっと気持ちが不安定になってる女性多いんです。うん、最近とかどうですか？皆さん、周りの女性の方で、ちょっと気が立ってて、うん、いつもだったら喧嘩にならないようなところでって喧嘩になったりとか、される方はおりません？うんうんそう、皆さんね、心は当たりあるかも。それはね、そう、あ、女性がね、これなんかイライラしてて、ちょっとなんか最近イライラしてるなぁと思ったら、うん、もう太陽フレアの影響なんだって、思ってあげるようにしましょう。あそう、年のせいだと思ってました。あ、イライラしてる人。そういうこと言うとすごい。ね、いや、本人たちも、怒られそうだけど。でも本人たちもそう思ってるんだと思うんですよ。年のせいでこんなになっちゃったとか、年のせいでなんか最近もう情緒不安定でね、とか、うんと、もう自分がちょっと変な話ね、うん、もう行きたくないと、うん。うん、このまま生きていきたくないとかね、うん、そんなようなことを思われてる方多いと思いますけど、うん、もうこれね、太陽フレアの影響なんです。だからね、太陽フレアのせいにしちゃいましょう。あなたたちは何も悪くないです。うん。うん、で、これある程度の時期が過ぎれば、うん、必ず収まりますから。ね。はい、その、だからね、ご本人の方、またそれとその周りの方でね、うん、ちょっとこうやっぱり揉め事が絶えなかったりとかする方いらっしゃるけど、みんなね安心して優しく見守ってあげましょう。太陽フレアのせいなんです、全ては。なるほどね。はい、あ、今回すごくいいこと言いますね、うん、いやそうです、喧嘩減りますね、これいろんな人。あ、そうですか。うん、ね、夫婦喧嘩減るんじゃないですか。じゃあそうじゃないですか、全国のね、うん、もうここだからね、起きてるのは1年ぐらいの話です。1年ぐらい前から、ちょっと、起きてるらしいですよ。言ってみれば、なんかそんな気もしてきたな。うん。なんか不機嫌な人多い気がする。そうそうそう。うん。そうなんですよ。あ、そう、うん。いや、そんなことにも太陽フレアが影響してる、ね。影響してる。だからね、もしよかったらね、うん、その話、今の話を本人にしてあげると気が楽になるかもしれない。あ、なるほどね。そう、実はそういうことあるらしいよ。うん、心配しなくていいからね。過ぎるまで待っててあげるよっていうだけで、落ち着くもんなんですよ。本当かな、でも。うん。切れられそうですね。怖いですね。え、それ私の何？私が何？イライラしてるとっていうこと？こうなるわけですよね、女性はね。そうそう。で、そういうのも全部太陽フレアのせいです。うん。そうなんです。でも太陽フレアのせいで、うん。いや、私のこと言ってる？これ。え？このラジオ、私のこと言ってる？そう。そうです。それは全て太陽フレアのせいです。うん。そうなんです。そういう人ってそういう達観の仕方だと余計イライラしそうですけど、それも太陽フレアのせいです。そう。で、これで登録者がだいぶ削れてても太陽フレアのせいなんですよ。うん。恐るべし。たまに登録者の方いなくなっちゃうときってやっぱ太陽フレアのせいなんだよね。まあどうですかね。だから、まあその可能性ありますよね。うん、私たちのせいではなくてね。私たちが。面白くないからとかじゃなくて、寝れねえよ、こいつらとは。そうです。そうです。そうです。だったら、なんで登録したんですか？いや、それありがたいですね。ありがたいですわ。一回でもね、好きになってくださった方にはね、もう本当に感謝してますわ。いや、本当ですよね。うん、だってもう、500人以上の方はもう登録してもらったわけじゃないですか。はい。ありがたいとしか言いようがないですよね。まあそうですよ。うん、本当に。まあちょっとね、今日はね、安眠っていうことがね、はいはいはい、ここで一つね、はい、一曲、BGM をお届けしたいなと思います。はい。はい。あ、BGM タイムですね。あ、そうです。ちょっと、ごめんなさい。一曲っていうか、ずっと流れてますか、ね、なんかラジオみたいにこう言いたかった。言いたかった。はい。
じゃあ、BGM タイムでゆっくりお休みください。しかし、最近 BGM タイムでね、はい、いろいろこう、なんか、カーとかやってたじゃないですか。やってましたね。ねえ、だからああいうのとかもう散々やり飽きちゃって、ねえ、もうなんか違うのないかなとか。そんなぶっちゃけるんですか？なんか風情があるような感じを出そう、演出しようかなと思ってたんですよね。あれ、それでカラスの音とか、鐘の音とかいいですか？だから、これ BGM の、このなんかの曲自体がなんかこう、うん、自然の曲な感じでしょ？ヒーリング音楽でしょ？そういうイメージ。それに合わせてなんか皆さんに心地よくなってもらいたくてね。あれ、一回お経の時あったじゃないですか。お経やってる時。何お経？くんじずいぶさって BGM 中に流してたやつ。いやいや、そんなのやってないですよ。いや、僕、最近聴いてて、うん、BGM の曲の中で、なんか一回あったんですよ。堀田先生二人でやってたの。二人で？私やってないですよ。いや、僕はやってましたけど、もう一人男の人の声でやってたんだよ。山崎さんもやってるって。それ、あれですか、例の仕業だからそういうことにつなげようと思います。いや、それガチで言ってんですか？いや、本当にそうですよ。え、そうなの？うん、二人で。じゃ絶対嘘だ。いや、だから山崎さんと二人で、あれ、ふざけたのかなと思ってた。いや、やってないですよ、私は。怖っ。これは、やるんだ。本当に、どうなってるんですか？いやね、シャークが覚えてる。本当に、はい、幽霊の話してる時とかね、怪談話してる時って、うん、見えなくても幽霊集まってるんですって。はい、あれ、こっくりさんとかやってる時も、はい、実際、はい、霊って人間だけじゃないですよ。動物霊も集まってくるんですけど、うん、そう、こっくりさんやってるだけで、何やってんのかなって霊って見に来るんです。そうなんだ。そう。だから、霊が現れるんじゃなくて、もうそこら中に本当はいるんですよ、霊って。だけど、こっくりさんやってる時って集まってくるんですって。へぇー。え？何ですか？いやいや、何ですかじゃなくて。いや、わかんないよ。なんで笑ったの今。すいません、そうですよ。うん。確かに。そうそう。そうなんだ。だから突然なんかね、そう、お経の声が聞こえたとか、うん、よく僕ら喋ってる最中に、僕ら全然その時気にしてないんだけど、うん、叫ぶ声が、安眠トーク聞いてると聞こえるとか、聞こえないとか、お前も老人形にしてやるかじゃないけどね、いきなり女の人の笑い声が聞こえたりとかするんですって。堀田先生の笑い声ですよ、どう考えても。いや。違いますよ。違いますか？日本だからそういう話らしい、なんかそういうコメントが来てるらしいですよ。コメントが。いや、コメント。見たことないです。はい。コメント。いや、消してますもん、僕は。そうなんだ。はい。そうか。うん。じゃあ、そういうのあんと思ってね。そういうのあんのかもしれないですね。いや、ありますって。うん。やっぱり、だから、幽霊の話が好きな人とかって、つきやすいんですよ。僕、だから必ず帰り、実は、この録音した後、塩を振ってますもん。うん、体に。霊ついてるから。家、そう。帰るときに。でも、お葬式の帰りみたいに。いや、こんな安眠トークで、お葬式と一緒なの。いや、本当ですよ。霊の会は必ず、そう、祈祷して。やってんの？やってます。そうしないと怖くてできないです。奥さんに塩振ってもらって。そうそう、今日は。アミントークで例の話しちゃったから。ちょっと塩持ってきてくれるっつったら、何今日アミントークで話、例の話んでっつったら、そう、つって。わかった。で、お払いもね、だいたい一月に一回させてもらってやってるんですね。そうです。はい。そうなんだ。うん、そうなんですよ。それめちゃめちゃ面白い。俺はそうでしょ。だってこんなたくさんの人が死んでる話で。私それやったことなかった。いや、だから本当にね、有名な、シークエンス早友さんとか、はい、幽霊の話する人いるじゃないですか、はい、結構。はい、あの人たちも、仮に自分で作った話だったとしても、うん、お払いはするんですって。先生、それ叩かれますよ。あれ、作った話。うん言っちゃダメでしょ。ああ、でも、仮の、ね、作ったとしても、やっぱりね、するんです、お払いは。そうしないと、やっぱり、そういう系の話ってだけで、うん、その辺にうようよしてる霊が寄ってくる気やすいんですって。そっか。うん。で、僕、いつもね、このね、録音させていただいてる帰り道、はい、なんかね、ついてきてる感じするんですよ。
そうですね。だから、あ、また入ってるなってこう思うんですけどね。ちょっと怖いな、それ。うん、またこうついてるなって。僕はね、すぐね、自分でお払いできるんでね。ああ。うん。いや、だって私結構、車の、あの、先生をお送りすることあるじゃないですか。ああ、後ろ乗ってますよね、なんか、ね。怖っ。うん。そう、一人ね、乗ってる。人やめてほしいですね、それ。うん。だから、怖がるかなと思って、気をつけてねって僕言うじゃないですか、帰り。はいはい、あ、気をつけてって言うじゃないですか。はい、うん。ちょ、音程やめてほしいですね。そうなんですよ。普通に乗るでしょ、なんかでも、うん、あれ怖いですもん。まあ、堀田先生の近くの近く。そうでしょ。うん。うん、なんとなく、先生降ろした後に、うん、まあ深夜、走るじゃないですか、うん、高速を。うん。ちょっと怖いなと思うときありますか？あるでしょ、はい、そう。だね、僕送るときは僕が乗ってるからいいけど。はいはいはい。うん。うわぁ。そうなんですよ。本当送るの緊張する。いや、でもね、そういうのもね、当たり前。もう普通に。普通に例はね、ついてるんです。何人もついてる。でもね、安心してください。大体ね、みんなこう、そんな悪い例じゃないですよ。あ、そうなんですか？うん、今こうやって見ててもね、だと見えますけどね。悪い、そんな悪い例じゃないですよ。大体。いや、今いるんですか？あ、二人ほど。で、一人はね、生きてるんですよ。生きてるの。マジで？うん。で、高校の時の、同級生、うん、女の人、ついてる。私に？ついてる。それもいい、そうなんですか？僕も知ってるもんだって。マジで？で、その子死んでないですよね。だから生きてるのかなと思って。だから、うん、そう、だから好きだったのかなと思って。そうなんだ。そうなんだ。で、僕、あの、山崎さんも、僕も、その子と一回付き合ってるんですよ。二人とも付き合ってるんですよ。そうね。これで山崎の方についてるってのは、どういうことって僕ずっと思ってるんです。あんま言わなかったけど。ちょっとね、その、誰の役にも立たない、嘘やめてもらっていいですか？ちょっとよ、ほんとほんと。あ、一回、うん、昔ね、うん、いつだったか忘れちゃったけど、その、うん、学校から帰ってきて、うん、自分鍵がなくて家入れなかったから、うん、まあ、近所でこうやって座ってたんですよ。そしたら、うん、その子と山崎がこう一緒に歩いてきて、うん、ね、うん、歩いてきて、はいはい、おいで、おーって挨拶したんだけど、はい、その時二人ってなんか、あれ、その子にとってはほら、前の、僕は前の彼氏ですよ。そうなんだ。そう、その時どんな、なんか話、覚えてないですよ、そもそも。そう、全く覚えてない。あ、そうなんだ。はい。へぇー。じゃあ覚えてないんだからしょうがない。ちょっと、誰のことかも今わかんないような状況なんですけど、いるんですよね。もう今名前出さないですって。後で教えてほしい。ああ、そうそう。うん。そうなんだ。そう。いや、ていうか、だって二人とも共通で付き合った女の子ってその子しかいないじゃないですか。あ、でも時期がだいぶずれてますもんね。ずれてるね。確か僕2回付き合ってるんですよ。そうなんですね。山崎1回挟んでるんですよ。ああ、そうなんですね。山崎さん挟んでるんですよ。へー。うん。そっか。そうそう。まあいいや。ちょっと覚えてないんだらいいや。あ、そっか。ごめんなさい、今、ね、入札しようと思って。ちょっと待って。あれ、こうやって今 BGM タイムですよね、確か。あ、なんだかんだ言って。そうだ。そうだ。だまだ今みんな聞いてるからいいのか。はい。うん、いいですね。昔の彼女の話とかぶっ込むのやめてもらっていいですか？わかりました、はい。はい。じゃあそろそろ皆さん。はい。眠りについたことね。ね。でしょうね。よかったですね。今日はね、いい安眠につけまるといいですよね。うん。うん、きっと。いい夢が見れますように。じゃあ、はい。おやすみなさい。おやすみなさい。眠れないあなたのための安眠トーク。今回も、安眠研究家の堀田先生をお招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いいたします。いや、穏やかで。いや、いいですね。本当にね。いやー、もうかれこれもう70本ぐらいですか？我々でね。やらせていただいて皆さんを眠りにつかせたい、眠りにつかせたいっていう一心でね、うん、やってきたんですけどね、うんうん。ようやく気づきました。はい。皆さんがね、本当にね、うん、心地よいトーン、うん、このトーン、はい、音階。はい。ドレミファソラシドで言うと、ラの音なんですって。人間が一番落ち着く音はラなんです。A のコードなんですよ。あ、そうなんですね。はい。だから、ね、A のコードで僕ちょっと話したいなっていう。コード？まあ、コードっていうか、ずっと同じ音でってわけにいかないんで、そうですよね、音階的にそのコード、A のコードで。あ、なるほどね。はい、A マイナーセブンで。変わった
A マイナー成分がね眠りやすいらしいですよ。なんかね。じゃあもう本当に今日は A マイナー成分で。A マイナー成分の感じでね。今喋ってる感じは A マイナー成分なんですか。A マイナー成分ですね。へえ。そうです。あ、そうなんだ。我々あの音楽やってましたでしょ。はい。音楽にはうるさいんですよ。そうか。いやあ、私この前あの、はいはい、人気 YouTuber の、うん、あの、チャンネル見てたんですよ。はいはい。その方も、その方たちも、あの、男性の方二人で、都市伝説について喋るんですよ。毎日更新して。毎回面白いね、はい、都市伝説のネタをちゃんと持ってきて、はい、それについて解説して、しかも動画もありで。はい。でねすごいんですよ、うん。登録者数ももう何万人もいてね。はいはい、何十万人もいて、うん。で、動画アップするじゃないですか、うん。で、1時間もするともう何千とか何万回生、再生。あ、すごい。それはあるんですよ。だから羨ましいなと思って、うん、私たちも。まあ、底辺 YouTuber ですからね。そうなんですよ。だからなんとかね、都市伝説の話したいなしたいなって思ってるんですよ、私。だけどね、全然都市伝説の知識がないもんでね。今日先生なんかちょっと都市伝説が一つお願いできませんかね。あれ僕ね、はい、都市伝説をしたくてしてるわけじゃないんですよ。重々承知です。皆さんを眠りにつかせるための内容は、はい、やはりね、皆さんの心の中に深層深くにこう入り込んでいくような、うん、そういう内容。あ、それをね、僕はテーマでお話しさせていただいてるんです。だ皆さんを怖がらせるとかいう、これっぽっちも思ってないです。そっかそっか。ね、まあ、わかりました、わかりました。はい、ええ。あのね、今日ね、ちょっと皆さんにね、うん、お伝えしたいなと思うことが一つあって、うん、やっぱりね、うん、こう、やっぱり、怪談話とか、うん、心霊の話でね、よく出てくるのはね、はい、学校の怪談って出てくるでしょ、よく。ああ、そうです。なんで、あの、学校に幽霊がいるのかって話です。あのね、うん、学校だけじゃなくても結構割とこう公共施設、うん、普段昼間は賑やかな割とね、うん、人が多い場所、うん、そんなところ夜幽霊が出やすいんです。これはよくお話にもあるんですけど、うん、実際そうなんですよ。へー。あれはね実は理由があるんですよ、はいはい、人間がね死んだ後って、うん、まず亡くなった後ってどんな格好するか知ってます？え、白装束じゃないですか？それは昔要するに、白装束で泣く、ご臨終迎えるからなんですよ。でも今の時代は私服でしょ？ああ。最後に着る服なんですって、しばらくの間は。ああ、そうかそうか、そういうことね。そうなんです、そうなんです、はい。だからもう本当に最後の格好大変ですよ、あれ考えとかないと。パンツ一丁で死んじゃってみ？あれ幽霊になってパンツ一丁ですからね、あれ。恥ずかしい。そうです。だから幽霊になった時の自分っていうのをちょっと考えて死んだ方がいいですよ。だからもう本当お気に入りの格好。そうか。いつ、まあ死んでも大丈夫なような格好を常にしといた方がいいということ。そうです、そうです、そうです。そうです。だから本当に新装束って言いましたけど、うんうん、新装束で死ねたら、白い着物の格好になるんですよ。あ、うん。そういうこと、ね、そうです、そうです、そうです。だけど、うっかり交通事故なんかで死んじゃったりとかね。はい、すると、手がもげちゃったりとかするでしょ、はい、手がもげちゃったままの幽霊になるわけです。だから、お岩さんとか、ちょっと顔が、こう、腫れたりとかして、血が出るでしょ、はいはいはい、あれ、死んだ時に血を出して死ぬからなんですよ。そういうことなんだ。そうなんです、そうなんです。へぇ、でも、まあ、安心してください。はいはいはい。ね。その後また第二段階として、うん、自分の一番理想的な体型と服装に変わっていくんですって。どういうことですか？つまりは、うん、亡くなってしばらくすると、うん、今度自分の、うん、理想的な顔、自分にとって理想的だったあの頃の顔、楽しかった時の思い出、そしてその思い出の時に着てたお気に入りの服に変わっていくんですよ。うんうん、幽霊の姿かとか。幽霊の姿。あ、へぇ、そうなんです、そうなんです。そうなんですか。だから、変な話、70代の、人が亡くなると、しばらくの間70代のおじいちゃんのままなんですけど、うん、その人の気持ちが欲求として、幽霊の形にも反映されていくわけなんです。へ、そうすると、例えば30歳の時に楽しかったなって言ったら、30歳の容姿に変わってくるらしいですよ。おー、うん。服が良かったなとかね。で、それとあともう一つは、うん、あの場所が良かったなとか、うん、
故郷が一番お気に入りだった人は東京で亡くなっても故郷に帰れたりとか。いい話だ。そうなんです。で、それで、あの、楽しかった思い出っていうのは、例えば学校っていう人も割と多いんですよ。楽しかった、みんなとワイワイやった、みんなといた、あの、賑やかな場所っていうの結構多いんですよ。そういうことなの？そうなんです、そうなんです。そんなんで学校って霊が集まりやすい。しかも、子供の時の思い出ですから、子供の姿のままで出るから。あ、そうなんだ。そうなんですって。以上。もうそれだけなんですけどね。あ、そっか、あ、でもそれすごい結構。ええ。どう、論理的に、矛盾してないですね、その話って。あ、いや、そうらしいですよ。ね。ええ。別に学校にいるから、学校で、凶悪な事件が起きるわけじゃないですもんね。そうなんです、そうなんです。遺構を残すような死に方をするわけじゃないですもんね。そうなんです。まあ、たまにはあるかもしれないですけど。そうなんだ。そうなんです。いや、普通の人でも、学校思い出して学校に出てきちゃうってことなんだ。そうなんです。なるほどね。だから子供が亡くなった子供の例じゃないんですよね。あれも普通にもうおじいさんになっておばあさんになって、大往生で亡くなった方もその子供の時の思い出でその学校が懐かしいなと思ったらふらっと学校に現れて、そういうことですね。そうなんです。で、またその霊もね、いつまでもそこにいたりはしないんですよ。その霊も、だん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 、消えていったりはするんです。で、あれね、あれ消える理由っていうのもあるんですよ。あれなんでかっていうと、例えば、遺族の方残ってるでしょ、はい、で、その遺族の方が、おじいちゃんのことを思い出したり、おじいちゃん死んじゃったのはちょっと寂しいわーっていう気持ちがあるときは、ずーっと霊は残るんですって。で、みんなから忘れ去られた時に、そーっと姿が、だんだんこう消えていくわけなんですよ。しかもそれ頭から消えていくんですって。で、霊はね、自分は、の容姿が理想的になるってさっきお伝えしましたけれど、でも自分を見ようと思って鏡に映そうとしても鏡には映んないんですって。だから自分のことは見れないんですよ。そうすると自分というものがだんだん薄れていくんです。で、みんなの記憶から消えると同時に自分さえも自分のことがよくわからなくなってきて、だん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 消えていくっていうことらしいです。そうなんだ。霊魂ってそういうもの。あ、なんか今日いい話ですね。ですかね。しかもなんかこの A マイナーっていうんですか？はい。そうです、A マイナーで。とか寝れそうですね。はい。そうですね。まあ、ちょっとそうか、まあいい話をしてね、させていただいたところで、今日はちょっと早めにね、BGM の時間をね。そうですね。じゃあちょっと、しばらくじゃあ BGM をお楽しみください。はい、そんな話をしないでよ。先生。ラメシユーズ。先生。あわやのりこじゃないよ。はい。あわやのりこだったんですね。三輪明宏かと思いました。三輪明宏さんもね、あのビブラートはちょっとかけすぎ。なんであれ、あの、ビブラートかけるんですかね。あれ、だってね。うん。震えながら喋ってますもんね。そうなんです、そうなんです。じゃあ普通に聞きたいのにさ、いやもう本当はいや、綾野のり子さんもそうだけど、なんで坂井正明さんとかね、昔の自分の歌を歌ったりとかするときに、ちょっと変えて歌うんですかね、あれ。ああ。北風小僧のカンタルってこう、ちょっとなんかここ溜めて歌うじゃないですか。はいはいはい。もう普通に聞きたいんですよ。なるほど。長渕剛さんの乾杯ももう普通に聞きたいんですけど、聞いたことないでしょ、最近。確かに。長渕剛さんの乾杯なんて、あれ、例えばもう、いや、乾杯だーと思って、こっちは期待するじゃないですか。で、乾杯、やったら乾杯がいけると思ったら、もうほとんどマイクは観客に向けて、みんなでこう合唱させるでしょ。もうこっちは、長渕剛の歌聞きたいんですよ。確かに。ライブであれられたらね。そうそう。でも、ほんと、最後の最後で、君、幸せ、だけでしょ？あの人歌うのは。
下手すら最後の令和もみんなで合唱ですよ、ね、マイク向けて。ずるいな。ずるいんですよ。確かに。ね、ちょっと、だからもう本当にね、ビブラートいい加減にしてほしいですよね。ですよね。確かに。さあ。はい、もうそろそろ BGM タイム終わりで。寝れましたでしょうかね。寝れましたでしょうかね。はい、まあでも、まだ11分ですから。ああ、そうですね。今回はさすがにまだ。かもしれないですね。いや、だけどね、はい、死んだ後の話をずっとしてきましたけど、はいはい、ちょっとね、僕ね、よく思うのはね、うん、人生最後に、つまり死ぬ前に、うん、最後に食べるもの何がいいかな、と思うんですよ。まあね、これお味噌汁を見たいなと思うんですけどね。山崎さん何、最後に食べる今の、いや、それ、ちょっと今聞かれると困るな。なんでかっていうと、はい、今もう焼きそばのことは頭いっぱいなんですよ、もう肉かす。好きなんだ。でも最後に、最後に肉かすの焼きそばもちょっと嫌だなっていうのもあって、はいはいはい、ただ今はもうそれしか出てこないんですよ。ああ、そうか。まあ、だそれは今が好きだ。先生は何が食べますか？うん、いや、もうね、いろいろあるけどね、なめこのお味噌汁は最後にやっぱ飲みたいなと思うんだけど、うん、好きなもの何かって言ったら僕もフォアグラ。フォアグラ食べたいんだけど、なめこの味噌汁とフォアグラ相性悪いなと思って、確かにそこ悩んでます。まあ、いや、食べ物はちょっとあれだから、じゃあ曲、うん、最後に聴く曲。人生最後に聴く曲は僕ね、3曲は決まってるんですけど、そうですね、はい。何ですか？もう最後に聴く曲、1曲目はね、フランク・シナトラのカムフライ・ウィズ・ミー。もうこれはもう僕の中で一番好きな曲なんですけどね。うん、もう自分のキャラクターにもぴったり合ってし、もう自分のための曲じゃないかなっていう。うん、あともう一つはね、前も同じくシナトラのストレンジ・イン・ザ・ナイトっていう曲をもういいですね。うん、あ、最後に良さそうですね、あれね。うん。あれはすごくいいな。で、あとはもう一つはもうロックの方向行くと、もう、やっぱり、テレグラムサムかな、T-Rex の。キャデラックとかそういう感じ。山崎さんありますか？なんだろうな、うん、最後でしょ。最後でもインストゥルメンタルですかね。あんまり歌詞が入ってない。あ、歌詞入ってないやつね。ああ、はい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 。まあね、あれトランペッター、ジャス、ね、ジャズマンですもんね。どうですかね、うん。そんな感じですかね。まあ、特に今、思いつかないけどな。思いつかないかな。でも、トム・エイツもありかな。ああ、何ですか、トム・エイツ。トム・エイツのね、あれです。イノセント。あ、いいですね。はいはい。あれ映画スモークの曲ですよね。はい、そうですね。あれいい曲ですね。イノセント・ウェン・ユア・ドリームですね。はいはいはい。ちょっと長渕剛の乾杯に似てますよね。そうですかね。ええ。そうか。じゃあ、ちょっと、人生最後に乗る車、これなんですか？最後に乗る車？乗る車。まあ、霊柩車とかそういうつまんないことは言わないですよ。じゃなくてね。うん、運転する車ですもんね。うん。最後に、まあ、所有してたい車って何ですか？あー、最後か。なんだろうな。難しくなってきた、最近の時代は。難しいな、それ難しい。うん、本当難しくなってきた。まあ、でもなんかその免許の返納とかそういうこと考えると、はい、マニュアル車がいいと思いますよね。はい、あ、この間のはね。そう。そうそう、ボケてるときは危険ですから、オートマは、うん。踏み間違いが絶対ないですから。うん。まあ、でも本当、今の時代難しいってのはそういう理由でもあるんですけど、うん、走ってます？マニュアル売ってるかなっていうのが心配の一つ。あ、でも新車でも売ってるじゃないですか、ギリギリ多分。だからつまんない車ばっかりでしょ。でマニュアルあります？ポルシェとかで。ジャガーで出します？マニュアル。ポルシェわかんないけど、でも BM ありますよね。BM はあるのか。確かに。でもなんか最後のマニュアルとかなんか噂聞いたよ。あの M2 とかでしょ？ M3 とか。そうですね。だってあのマニュアルである必要は今ないんですってね。マニュアルはなんだ、結局早く走るためにマニュアルでしょ？オートマより早いっていうの昔の通説だけど、うん。今の時代だってマニュアルよりも、PDK とか、オートマチックの早いわけでしょ？シフトアップが。うんうん、なんかマニュアルの意味ってのはちょっとファントゥードライブだけですよ、今。うんうん、まあでもその、まあ単純に踏み間違いですよ。
読み間違いのことは確かに。ね、だからその出す会社もね、うん、そう、老人のためのマニュアルとか、うん、そういうの作ってくれたらいいですよね。ね、ただ私、オートマ限定なんですよ。乗れないじゃん。オートマ限定なんだ。そうなんですよ、実は。実はっていうか別に実はってことでもないけど。うわ、超いい人じゃないですか。いや、今の時代、マニュアルなんて持ってるって恥ずかしい時代ですよ。確かに。僕ら隠してますもん。自分が B 型であることとマニュアルの免許を持ってることを。同じですから、B 型であることとマニュアルの。なんか物に詳しいとか、こだわりがあることって隠して生きてますよ、今。今の時代は。めんどくさいから、そういう人は。そうか、そうか。うん。じゃあいいえ、わかりました。じゃあ車の話は置いといて、はいはいはい、さ今回のね、お話の最後に着る服、これ、何ですか、何ですか、先生あるんですか、それ。僕はスーツです。あ、僕はもうスーツですね、もうです、本当に。あれが一番楽。そうか。うん。まあ、でも、私は、そうだな。でも確かにスーツいいっすね。かっこいいっすね。かっこいいし、あんなポケットがたくさんついて便利なもんないっすよ。うん、確かに。だってこの、よくね、うん、楽ちんだからってジーンズ履いたり、楽ちんだからってカジュアルな格好するけど、うん、結局バッグやリュック持たなきゃダメなんですよ。スーツだったら手ぶらで OK だもん。全部入るんだもん。あんな、ポケットがだって6箇所もついてるんですよ。下手すりゃ7箇所。うん。わかります？小銭入れるチェンジポケットもついてる。パンツにもついてるし、チェンジポケットが。そうですね。うん。7、8、9、あ、確かにそう、たくさん。でしょ？あんなポケットついてて便利なものないですよ。そうか、うん。だから変な話、カジュアルな格好してる人の方がよっぽど不自然。うん。そうか。そうなんです、そうなんです。まあ、ちょっとさ、人生最後にね、着る服っていう話にまた戻ってきちゃいましたけど、うんうん、幽霊になった時にスーツで幽霊になりたいじゃないですか。まあでも言われてみたらそんな気がしてきた、うん、だんだん。でしょ？なんか変なね、うん、ボロボロの格好でなんか幽霊なんか出たくないな。ね、そうでしょ？うん、うん、きちんとしてして。そう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 。会いに来たよってやりたいな。でしょ？子供にな。そうですそうです。だから死ぬ間際一番難しいのは、うん、老衰で死んでいく時って。で、家族がスーツなんか着せてもらえないですよ。確かに。おじいちゃんなんでこんな格好してんのって。わしはこの格好で死ぬんだ。死ぬんだつっても、いやいや、ちょっともっと楽な格好してよ。私たちが大変じゃないのこんな格好してたら。つって。何この胸のポケットジグはつって。多分突っ込まれて終わりですからね。だからちょっと、老衰で死ぬっていうと、ちょっと自由な格好できないんじゃないかなって思うんで、皆さんもちょっとお気をつけください。はい。安らかに眠りについてください。おやすみなさい。おやすみなさい。眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。私ね、はい、まあ、何回かやらせていただいてる中でね、うん、2025年問題っていうのは取り扱いをやらせていただいてるんですけどね、うんうん、こんなに2025年のことをいろんな人がね、うん、懸念してるっていうのはちょっとなんかもう本当心配だなと思って、うんうん、我々はやっぱりあくまでも安眠につなげれる話をこう研究してるわけじゃないですか。はい、心配事があるとね、うん、安眠の差が妨げになるんじゃないかなと思って。だから皆さんの心配を取り除こうと。まあね、巷で騒がられているその内容が心配をね、植え付けている、まあ、種になったら私たちは今度その種を取り除いて刈り取っていこうかなっていう思っております。はい。うん。まず一つはね、はい、地震。はい。地震はね、もうね、これはしょうがないんですよね。まあそうですね。うん。我々日本に住んでいる以上はね、地震は必ず来る。うん、で、予言っていうのは、うん、もうこれね、いつ来るっていうことは、もう適当だす。皆さん言ってるのは、正直言って、うん。うん。ただ、一つだけ言えるのは必ず来る。それは来るよ。うん。うん、心配なのはね、じゃあ地震が来た時に、どう備えるかっていうことがです、まあ、
重要なんです。うん、だから、近々来るって、それは確かにそうですよ。2011年のあの東日本大震災の時の、まあ、1ヶ月前、2ヶ月前にね、うん、あの、巨大な、イルカがね、大量に打ち上げられたりとか、うん、あの、するって、あれはもうね、地震の前で必ず、活断層が変化することによって、うん、あの、磁場が崩れてね、うん、で、やっぱりね、深海魚たちがみんな、まあ、巨大、あの、大きな哺乳類のね、イルカとかクジラなんかも、うん、みんなね、行き場を失うんですよ。それ当たり前の話なんです。それでね、これから地震が来る前の前兆っていうのはなんとなくわかるんで。まあ、これね、僕はね、ああ、またですかって感じ。なるほど。うんうん、私もまだね、あの、49年しか生きてないですけど、うん、でも長い地球の歴史、日本の歴史の中では、うん、もう必ずと言っていいほど地震って繰り返してるんです。うん、で、南海トラフ。これもね、うん、実際ね、もう、トラフ系の地震っていうのは、80年に1回必ず来てるんですよ。必ず来てんの。うん。うん、でも、うん、残念。皆さんが思ってるような大変なことにならないから。あ、そうなんですか。そうです。大丈夫です。大丈夫、大丈夫。大丈夫です。うん。他の国はね、確かにその耐震構造がなってない建物に住まれてたりとか、うん、あの、古くからある、まあ地震に慣れてない国なんかは、うん、昔からの建物をね、流用してそこに住んじゃってるから、ちょっと危険ですけど、うん、もうことこの日本においてはね、うん、戦後、もう建て替えをしてるでしょ。うん、で、そんで耐震構造っていうのも最近はものみんな考えてる。うん。うん、あ、また言われてみればそうか。そうなんです。だから変な話、震度7、8っていうのは、大体ね、もうこれね、私ね、聞いたんですよ。うん、ある、建築会社の人に、うん、20回までで耐えられるんですよ、震度7まで。へー、うん、だ要は、回数なんですって。うん、だから、震度7に耐えられるかどうかじゃなくて、震度7の、揺れに、何回耐えられる構造なのかが重要らしいです。へー、うん、そうなんだ。そうなんです。だから、外に行って、地震が起きました。うんって言った時に、じゃあ外にはどんな危険があるのか、うんうんうん、お家の中にいましたって、お家の中に地震が起きました、建物は壊れないです、うん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 、だけどその建物の中にある置いてあるものが上から落っこってきたりとか、うんうん、また一番気をつけなきゃいけないのはガラスが飛び散ったり、また内開きの部屋の扉が開かなくなったりとかね、崩れてきたものによって開かなくなってきた、うん、こういったことがね、逃げられなくなるっていうことにつながると、うん、そう、気をつけなきゃいけないなっていうぐらいなもんです。で今ね、はい、その一個一個不安を取り除くということで、はい、まあ、実際に今地震の不安が少し取り除けたぞ実際に、はい、もうてっきり、はい、どうせね、うん、大した被害はないから、はい、家とかに、はい、だから避難所に何着ていくかって話とかでもするのかなと思ったら全然今そんな不謹慎な話するわけないじゃないですかね、何を言ってるんですか。すいません、そんなね、いいの、避難所なんかには、はい、ジャージでいいの。あ、そうなんですね。ジャージでいいの、そのいや、ジャージが一番すっごい安心しましたね。ジャージとね、あと上履き、だから、うん、本当にその二つの意味で安心しました。はい、そういうなんか、まずその地震、そんなに怖がらなくてもちゃんと備えが必要なんだっていうこの安心と、うんうん、もう一個は、その、あ、ちょっとその先生が、ちょっと、私たち、はい、というか私の感覚に近くなったっていうちょっと安心。ああ、そうですか。まあでも常識的に考えてわけのわからないことを言わなくなったってこの安心ですかね。ああ、そうですか、そうですか。ちょうど避難所でね、本当にもう皆さんね、はい、ご親戚の方とかね、うん、身内の方が、うん、怪我、うん、もしくは亡くなられてる。うん、そんな時にね、うん、不謹慎な格好してたら、それこそ、入れてもらえるものを入れてもらえないです。テントとかね。テントとか。あとはほら。なんていうんですか、シート、レジャーシートの上に、土足で乗るわけにいかないから、靴脱がなきゃいけないでしょ、うん、その時上履きがいいの。なるほど。その時高級な靴脱いでごらん。脱いだ靴の中にね、ジョン・ローブとか書いてあったら大変よ、これ、うん。なんだこいつ、金持ちじゃねえか、もううちには入れねえよって、こうなるよ、助けてやんねえよ、とかね。なけなしのこのカップラーメンを分けてやんねえよ、ジョン・ローブなんか入ってるやつには。クロケット&ジョーンズなんか入ってるんだったら、これスーツなんか着ててごらん。これ
スーツなんかね、着てね、すいません、助けてくださいって言ったら、誰も助けない。なるほど。うん。確かにそうですね。そうでしょ。うん。自分で何とかしろ。そう、ベンツのゲレンデバーゲンで逃げてごらん。降りた瞬間、みんなから、もう、ここ殴られるよ、これ。うん、殴られはしないと思いますけど、まあ確かにそうですね。極力ね、そう、避難所には、もう安い四輪駆動、そして、ジャージ、トレーパン、トレーシャツ、パジャマ、で、寝巻き、寝巻き。まあ、パジャマ、寝巻きって。大体トレーパンで来る人って多分、それが普段の寝巻きですから。はい。ね、わざわざジャージに着替えて来ないんですよ。そうですね。スーツ着てた人が、よし。よしって言って、ジャージには着替えないですからね、先に言っときますけど。そうですね。まあでも、いいですよね。地震はまあ、とりあえず、一個まあ、不安取り除けました。あはい。もう他にもね、いろいろ言われてるんですよね。まずね、太陽フレア。これね、実は太陽フレアが危険だって言うんだけど、正直言うと、巨大な太陽フレアによって起きる、太陽風っていうのがあるんです。で、このね、太陽風っていうのは、もう実はね、まあ、その前に太陽フレアって一体何なのかっていうとね、太陽の表面に大規模な太陽フレアが起こった際に起きる太陽風。これはね、電磁波とかね、あとね、磁化プラズマね、これがね、原因して、まあ、地球とかね、あと人工衛星に甚大な影響を及ぼすんです。例えばその人工衛星がちょっと故障したりとかします。で、その、大気圏外をこう、くるくる回ってますでしょ、衛星軌道で。で、それが、誤作動を起こすことによって、大気圏内に起こってきて、隕石と化して、起こってくる可能性があるんです。はい。へー。で、この危険なこの太陽嵐っていうのは、じゃあ今までなかったのかっていうと、実は起きてるんです。1859年に1回。これね、パリなんかではね、まあその1859年、日本とかではあんまり電子機器ってなかったんですけど、パリとかね、あとワシントンとかね、アメリカ。でも電子回路のショートによって大規模な火災が起きたりとかしてるんですよ。でも1859年ですから、あの当時だからその、火災ぐらいで済んでるんですよ。今の時代大変ですよ。今の時代、ちなみにね、例えばこの間、2012年の7月に起きた大規模のこの太陽嵐。で、これね、大した被害は出なかったんですけど、実は、この太陽嵐が地球をかすってんですよ。このぐらいのサイズの太陽嵐がもし地球に到達したら、さっき言った人工衛星が落っこってきたりとか、2週間ぐらい携帯電話が使えなくなったりとか、で、最悪の場合、9年間、これ前も話してね、9年間で中途半端ですねって話してたんだけど、9年間、もう停電が続いたりとか、そういう状況になったら、これ、日本経済だけじゃなくて世界経済、もうこれ大変なことになりますわな、これ。で、太陽フレアっていう問題が、じゃあどう解消をちょっとしていこうかと、皆さんのその悩みや怖さ、今じゃあ逆にね、怖がらしちゃったんだけど、そうですね。そう。で、一つ言えるのはね、例えばね、しょっちゅう来てるんです、実は太陽フレア。今ね、望遠鏡でね、天体望遠鏡でね、太陽を見てみると、太陽フレアっていうのは結構起きてるんです。太陽を見ると、赤い丸の中に、オレンジ色のこう、ところがこう出たり入ったりで、こう、ピカン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 点滅してるところがあるんです、ちっちゃいこうオレンジ色の点が点滅して、それがね太陽フレアなんですよ。で、その太陽フレアっていうのは実はしょっちゅうあって、で、その太陽フレアが大きくなった時に、太陽嵐っていうのはボーンとこう、こうなんていうの、突起してくるわけなんですよね。で、それが大きくなると地球に到達するっていうことなんです。で、これが例えばここ最近で言うとね、1989年のカナダで大体19時間の停電が起きました。あとその後2003年の小規模のフレア。これ人工衛星のシステム障害があって、まあ3時間ぐらい、ちょっとこの人工衛星が使えなくなったっていうこと。あと2012年の7月ね、さっき言った。で、これがね、過去、ちょっとここ直近では起きたことなんですよ。だからもっと大きいのが来たら心配だなっていうぐらいのもんなんですよ。あ、そうなんですか、ね、そう。だから最悪どういうことになったかっていうのをみんなが騒いで、僕らがさっき説明したようなことが起きるんじゃないかって。
やっぱ煽ってるだけなんだ。そうなんです。そうなんです。そうやって不安を。そう。だから安心してね、もう皆さん眠りについていただければなと思います。よくないなぁ。よくないでしょ。そうなんだ。はい。で、もう一つ。はい。はい。これはね、これ日本に直接影響があるっていうことなんですけど、うんうん、これ2025年になってる団塊世代ですね。この人たちがね、75歳以上が人口の4分の1を占めるっていう。75? はいはい。そうなんですよ。75歳になってる。すごい。人口の4分の1って結構すごいでしょ。すごいですよ。だって赤ちゃんだっていますから、ね、人口の中にはね。そうですよね。そうすると、働ける人間が何人残るのかっていう。はい。で、うん、人口は団塊世代ってこれものすごい多いんです。団塊世代の人たちの説明しますけど、大体で、団塊世代っていうのはどういう風に起きたかっていうとね、戦後。例えば、戦争から帰ってきた人たちが解放感から子供たくさん産んだんですよ。ね。で、それで一気に、子供が増えたっていうことが団塊世代です。1945年前後の生まれの人。これ団塊世代っていう。ということなんですよね、うんうん。で、その人たちがものすごく人口増えました。うん、まあ余談ですけど、我々はその団塊世代の子供たちだ。団塊世代ジュニアですよね、はいはい。うん。で、この人たちが日本の高度成長を支えてきてくれたんですよ。うん、で、この人たちの、人口っていうのはまだすごい多いんで、うんうん、この人たちが、多いから、なんとかやってこれた日本経済なんですよ。うんところがこの人たち減りますよね、うん、でさらにここ最近 AI の進化、うん、デジタルの進化によって、うん、働く人がいらなくなるんですよ、まあ、サラリーマンの必要性ってどんどん減るんですよ、はい、でそれによって働き口が なくなっていくし、うん、で人口もそもそも減っていく、うん、働く人間自体も減っていくっていう問題がこの2025年、うんうん、問題起きるんですよね。なるほどね。そうなんですよ。でね、はい、これについてなんですけど、うん僕なりにね、はい、研究しました。ここ一番重要なんですよ。はい、じゃあその問題、そしてその不安、うん、どうやって払拭していくかなんですけど、はい、安心してください。うんはい、実は、はい、そうなんです。皆さんね、うん、考えてみてください。人に雇われることっていうの、実こと自体が不自然なんですよ。もう何年もずーっと、今までね、我々はちっちゃい時から生まれてね、いい会社に入って、うんいい嫁さんもらって、うん、そして、いいお家を建てて、うん、それが最高の幸せよって言って育てられて教育されて、それに対してこうみんな勉強して試験受けていい学校入ってきたじゃないですか。うん、不自然だったんです、それが。うん、もう本当はね、うん、実は人間っていうのは、うん、もう人類、始まってからずーっと続いてるのは、うん、自然の中でね、うん、自分たちが狩りをして、うん。うん、まあ嫌な話、農業です、うん。一番の重要なのは、うん。それを農業がめんどくさいからといって、うん、自分で、手を汚さずにお金を稼ごうとしてたこと自体が不自然なんですよ。ああ、まあ、そうなのか。そうなんです、そうなんです。だから、それが不自然なことが、これからちょっと減ってくるっていうので、みんな大騒ぎしてるんだけど、いや、そもそも、いいんです。もう、これから自然に帰りましょう。うん。なるほど。はい。それ、そういうことか。そうなんです、そうなんです。だからね、やっぱり、北の国からの五郎さん、正解なんです、彼が。あ、うん。そうそう。もうだからいい、なんか車に乗っていい洋服を着てとかって、そういう時代は終わっちゃうかもしれません。でも不安が残ってる人たちはそういう時代が終わっちゃうことを心配してるだけの話です。そもそも人間にとって大切なのは自然なんですよ。美しい生き方とか、安心できること、そして今のストレスの源になっている、うん、まあ、都会が生んだね、不自然さっていうものは、実はいらなかったってことなんですよ。そういうことか。そうなんです、そうなんです。まあ、そうか。じゃあ、ちょっと、安心できそうですね。だったら。まあ、本来ならばね、ここで安心できるっていうのは、本当は人間としての自然界の摂理に則った、まっとうな生き方ができる人の生き方じゃないの、うん、なるほどね。思いますよ。そういうことか。うん、そう。それよりね、
うん、もう一つあるんです、心配事が、はい。これは世界中の預言者が日本が危険だって言ってる大きな要因だと思うんです。うんうんうん、予言ですからね、これは根拠がないんだと思うんですよ。うん、日本が一番危険なのは、実は日本沈没なんです、一番怖いの。日本沈没。水の中に埋もれちゃうんですよ。ほん。うん。これはね、一番恐れてることです、僕が。え、そうなんですか？寝れないです、これだけは。え、どういうことだ？日本沈没って？はい、これね、うん、南海トラフ地震とか、うん、まあ、関東直下型地震とか、うんうん、で、それがね、原因で併発する大きな、まあ、うん、実行っていうのがたくさんあるんですけど、うん、例えば、併発するって言われている富士山の噴火もその一つです。うんうん、地球っていうのはね、実は、うん、まあ、65億年前に生まれてますけどね、うん、その間、何回かリニューアルしてるんですよ。うん、自然の摂理にのっとって生きてるもの、生まれてきたものって必ず何回もリニューアルを繰り返してるんですよね。うん、で、そのリニューアルによってその上で育っている、まあ、人類だったりもそうなんですけど、恐竜とかね、うん、絶滅するじゃないですか、うんうん。で、周期的にリニューアルごとに絶滅を繰り返すのが当たり前なんですよ。うん、うん、それがそろそろ近づいてるのかなって。うん、で、その時に地殻変動起きるんです。うんうんうん、で、地殻変動によって、うん、ある大陸が沈んだり、また浮上したりは繰り返してるんです。うんうん、で、その日本のね、場所っていうのは、だん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 、まあ、そうですね、活断層のところから言うと、うん、北アメリカ活断層の下に、どんどんこう、活断層っていうのがめり込み、こう、下にこうに、こう、めり込んでいくような仕組みになっているんですよね。うんうん、で、それによって、うん、ゆっくりゆっくりと日本が、右側に沈んでいく、西側に沈んでいっているっていうことが言われているらしいんです。うん、で、そこに合わせて、さっき言った、その、太陽嵐によって人工衛星が落下するってことを、ある、予言者の方が心配されているんですけどね。隕石と化して、それがどこに落ちるかっていう。これが太平洋に落ちるらしい。うん、で、太平洋にもし、隕石が落っこたら何が起きるかって言ったら、大津波ですよ。で、大津波が起きると何があるかっていうと、ここで辰木亮先生の言ってる、2025年の7月、横浜に、大津波が来るって夢を見たっていう話してますけど、あれは、そう、関東水没するんじゃないかって言われてるのは、大津波によるものだ。うん。なるほどね。うん。そうなんです。こればっかりは払拭できないので、ええ。そっか。そうなんです。まあ、あくまでも予言なんでね、予言者の意見っていうのは根拠がないだけに、それを払拭することもできないっていうだけの話なんですけどね。でもなんとなくですけど、はい、その人工衛星ぐらいの大きさのものが、はい、大気圏で燃えちゃってなくなっちゃうかな。ね。ね。燃えちゃっていただければな。ちっちゃくなって、うん、まあ、水に、海に、太平洋に、バーンと入ったとしても、まあ、そこまでまあ、ね、クレーターができるような大きなものじゃないじゃないですか。まあそうですね。うんうん、そうであってほしいですね。人工衛星ってどれぐらいの大きさなんですか、あれ。いや、わかんないけど、この部屋ぐらいじゃないですか。あ、結構ちっちゃいですね。そうそう。多分それぐらいだったら別にいいのか。そう。あ、じゃあ大丈夫だ。大丈夫だ。あ、全然よかった。じゃあ大丈夫ですかね。ちょっと思い過ごしでしたし、ね、心配症ですからね。確かに。根っからの心配症だからね。貧乏症ね。あ、貧乏症ね。そうそうそう。じゃあ、はい。おやすみなさい。おやすみなさい。眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、久々にこの江原博之さんの喋り方いいですね。あ、そうですか。やっぱりそれ一番落ち着きますね。なんかね、いろいろ他のね、なんか安眠トークというか、はい、朗読なんか特に多いんですけど、はい、女性による安眠トークっていう、はいはい。うん。え、そんなのあったんですか？サムネイルに女性によるってこと、わざわざ書いてあるってことは、うんうん、男性より女性の方がいいってことでしょ？あ、まあ
確かにそうですね。人によっては女性の方がいいっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。そうです。だから今日はね、はい、私ちょっと女性っぽい感じでね、行こうかなと。うん。そうなんです、ね。そうなんですよ。だから女装による、うん、あの、安眠トークをちょっと私はさせていただきましょうかね。わかりました。ただまあ気持ち悪くならない程度にね、やるところはまたプロってもんですよ。そうですよね、はい。そうですよね。はい。わかります。はい。いやー、そういえばね、ですね、この前、堀田先生と、関谷さんに、すごいおすすめされた、映画を見たんですよ。Don't Look Up、私に勧めてくれたの覚えてます。ああ、もう面白かったですよ。あれ、めちゃくちゃ面白かったですね。はい。ちょっと、まあ、ネタバレになっちゃうから、あんまり、詳しい内容は言えないですけど、隕石がね、地球に近づいてくるって話ね。で、地球にぶつかって、どうなっちゃうって話ですけど、あれ、めちゃくちゃ面白かったですね。はい。なんかね、一気に私のベスト3に入ったから。あ、ベスト3入った。はい。はい。まあ、そうか。2と1とかにニューシネマパラダイスとかが入ったりとかしてる中にこう入ってきたわけですね。そうですね。おー、すごいわ。はい。名画と並んでますね。そうです。まあ、ニュージーネンマーパラダイスは3位の中に入ってないんですけど。入ってないんですか？ライフイズビューティー。あ、そう、あれが1位にね、はい、そうですね。ああ、そうですか。はい、あれ、見た方ってね、もうたくさんいらっしゃるかなと思うんですけどね。うんうん、もう最後ものオチ、エンディングの後にあるオチのもあれも面白いんですよ。ちゃんと最後まで言ってほしいですね。そう、最後まで、そうそうそう。あれ、うっかりエンディングだからって席立ってこう出ちゃったりとかする人も多分いるんじゃないかな、あれ。その辺のところもね、しっかり最後まで見てほしいですよね。そうですね。まあでもね、隕石って言ったら結構あれ映画でやってるから映画ごとじゃないかって思うんだけど、実際、結構深刻みたいですよ。我々はあんまり知らされてないですけど。なんか NASA とかが、もう最近頻繁にやっぱ NASA にね、対してこう政府から予算が急激に10倍伸びてたりとかするんですけど、うん、実際ね、プラネタリーディフェンスシンポジウムって、シンポジウムっていうね。まあ、つまり日本語で言うと、地球防衛会議っていう。はい、うん、そういうのが実際あって、うん、まあ、そこではね、いろいろその、大きな望遠鏡を使ってね、うん、50年後まで地球に接近する小惑星を把握ができるっていうことなんですって。それによると、はい、確かね、1996年あたりからやたら小惑星が増えてるんですよ、地球に接近してる。それまでは、うん、そこまで多くなかったんですよ。急に1996年以降増え始めてるんですって。うん、うん、知ってました？いや、知らないですよ。あ、そうですか。だから、だいたい50年後まで予測できるってことは、逆に今現在までは、大丈夫よ、うん、50年先は大丈夫よと、まあ言われてるんですけど、うんうん、そのリニアによって発見されている、その小惑星の数が73万個あるんです。うん、で、そのうちの、約1万個が地球に接近してるらしいですよ。そんなたくさん？そう。全然イメージわかんないな。そうなんです、そうなんです。一個だってすごいのに。そうなんです。で、その中の、だいたい直径が130メートル以下の小惑星は、予測不可能なんですって。あ、そうなんだ。だからある程度大きくないとダメなんですよ。で、130メートルって結構でかいんですよ。ですよね。うん。で、もちろんその大気圏に入る前に爆発するっていうことなんですけど、あ、じゃあ大丈夫じゃないかって思うでしょ。いや、そうでもないんですよ。例えばね、1980年のツングースカの130メートル級の隕石が空中で爆発したんですよ。シベリアでの上空で。で、それで、ニューヨーク2個分の、まあ、そこはね、人が住んでないとこだったから、まだ良かったけど、ニューヨーク2個分の面積の、森林がなぎ倒されたっていう。へぇー。怖。130メートル級の隕石です、これ。そうなんだ。うん。で、これ実際の威力はどれぐらいかっていうと、原子爆弾の185倍ですってよ。すごい。うん。今現在のなんだっけ、名前忘れちゃったけど、ロシアのね、考えてるその大きなやつ。なんつったっけかな。巨大な原子爆弾と同じぐらいのクラスだって、それが海に落っこったら、100メートル級の津波が来るらしいです。あ、そうなんだ。うん、じゃあそれたまたま陸地に落ちたから、
なぎ倒されただけだったけど。はい、そうなんです。うわぁ、すごいな。そうです。ちなみに、それの後に起きてるんです。2013年2月。これもロシアでね、チリャビンスク州で、隕石が起こって、これ YouTube なんかでも出てるんです。これ実際落下しちゃってます。ありましたね。でしょ、うん、YouTube でやっぱり高速道路乗ってるカメラからこう、映って、はいはいはい。ドライブレコーダーの映像ね。そうです、そうです、そうです。あれ確か3000人ぐらい負傷してるんですよ、あれで。で、実際に、ビルの建物の中から映像を、YouTube もあったでしょ、はいはいはい。ガラスがバーンと割れて。はいはいはい、ありましたね。そう。そうなんだ。あれも、まだ、その、都心から離れてるから、まだ良かった。ぐらいなもんで。あんなのが、実はその、まだちょっとわかんないんですけどね。わかんないんだけど、2027年。250メートルクラスのものが落ちてくるんじゃないかと言われてて。で、さっきも言ったように130メートル以下はわかんない。で、ここ最近やたら増えてる。そしてさっき言った、何でしたっけ、おシンポジウムでは、東京に落下することのシミュレーションを行われてるんですよ。日本には知らされてるでしょ。でも東京に落ちるんですって。で、ここ最近東京湾津波だとかって言って、たつき亮先生の、なんかこう、津波日本に襲われるとかそういう話があるでしょ。はい、それも全部こう繋げていくと、はい、あれ、もしかしたらそれシミュレーションじゃなくて、実際それなんとなくこう分かってることあるんじゃないの、って思う。怖くないですか？怖い。うん。で、やっぱりそのさっき言ったように、1996年以降、小惑星がやたら増えてるっていうことも、ちょっと気になりますしね。で、それとあともう一つ、なんつってもね、やっぱり有名なのは、なんつったっけかな、大きな、なんか彗星が、近づいてるじゃん。だいたい2029年ぐらいのアポフィスっていうかな。そう、それがまあ、落下はしないって NASA からちゃんと、報告、発表があってはいるんですけど、はい、落下はしないけど急接近っていうことでね、かつて我々が子供の時にハレー彗星が近づくぞなんていうのは流行ったじゃないですか、はい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 、あれと同じような現象が2029年、アポフィス、はい、近づくぞっていうのは多分、またそういう話が出てくると思います。いや、隕石怖いですよね、だからね。そうですね。ドントルックアップ、あれ、シャレンではないような気はしますな。そうですね。そうなんだ。まあ、これだから、都市伝説で、よくね、この隕石関係の話はしますけど、隕石ばかりはね、むしろ今までよく地球にあんまり大きな影響がある隕石落っこちなかったな、とかと思いますよ。でも過去にはね、恐竜滅ぼしたのも隕石ですもんね。そうです、そうです、うん。ない、全然、可能性、全然ありますもんね。いや、ありますよね。そう、地球、あれ、恐竜、そうですね、隕石って言われてますよね。隕石じゃないっていうね、噂もあります。最近はね、出てきたみたいです。これ、実際に隕石が、はい、じゃあ仮にですけど、じゃあ、今から3年後に地球に確実に衝突して、まあ、ある程度大きいやつがね。そう、それも大きいやつが、まあじゃあ直径5キロのやつがぶつかって、大きいなそれ。ね、もし仮にですけど、もうこれは確実に、もう地球上の全生命が滅亡する、ね、その恐竜の時みたいに、ってなった場合に、それはもし分かった場合、私たちに発表してくれるんですかね。実際、確かね、さっき言った2013年の時って発表しなかったんですよ。あ、来ることが分かった。近づいたよっていう。2019年か。隕石の名前なんつったかな、オーケーっつったかな。それが2019年地球かすった時は、かすった後に、実は接近してましたよ、そうなんだ。そう。怖っ。これはね、そうなんですよね。OK っていうのはかなり OK なんですよ。サイズが。いや、笑い事じゃないですよ。いや、笑いますよ。いやいや、なんでですか。いや、ほんと。これもだからおシンポジウムで、なんかこう、発表になったぐらいで、NASA から公式に、もうこれから先落っこちますよって言わないらしいんです。はい、実際なんか NASA ってある程度先に回りしてね、これ、
ぶつかりそうになるぞって言うと、ダート計画っていうのがあって、実際に、人工衛星をぶつけて、その隕石を粉砕したりとか、最終的には、核爆弾をぶつけて爆発させるとか、そういうことを計画してるらしいんです。あ、そうなんですね。だから大丈夫だよとは言ってるんだけど、ただ言わなかったっていうのがね、やっぱり多少なりとも、騒ぎにならないようにとか、そういう言っちゃ不都合なことがあったりとか、考えられますよね。でも普通に例えば1キロメートル以上の直径、隕石があった場合、なんか核兵器ぐらいじゃもうどうしようないですよね。1キロじゃどうしようもないですね。表面にちょっと傷がつくぐらいですよね、そんなのね。そうでしょうね。大きめの穴が開くぐらいの感じですよね。そう、まあそれこそアルマゲドンでしたっけ？あの映画みたいな感じでやるんでしょうけど。地中にね、入れて。入れてね。入れないで無理でしょ？だってそんなの。そうですね。そうか。発表されないのか、どこに逃げても、だから本当に他の、人工衛星というかその他の星に逃げるしかないですし、まあでもなんかあれだな、知らない方がいいかな、いきなり、だからそういうこともあって NASA 言わなかったりするんじゃないですか。そうですね、そういう発表はなさそうだしね、なんかね、おシンポジウムですか。あ、今違う。大きすぎる、大きすぎる隕石ですか。もうそういうお笑いいらないんです、本当に。いや、本当にいらないですよ。そういう、なんか、もう、なんて言うんだろう。なんて言うんですか、そういうの。なんて言うんでしょう。ダジャレですか。ダジャレですかね。大人のダジャレですか。安眠ダジャレですか。そうですね。今、NASA はそういうことを発表しなさそうっていうのは違いますよね。違う。普通に何ですか、それ。いや、NASA しなさそうって聞いたら。あ、あれ、また先生、そうやってんのかなと。知らないです。知らないんですね。次は大丈夫です。言ってたら申し訳ないです。いやいや。私は、下品なこととダジャレじゃあんまり好きじゃないからね。そういうなんか、うんざり。うん、そうかそうか。ありがとうございました。ちょっと、そろそろ。BGM タイム。そうですね。お楽しみいただき。BGM タイム。皆さん眠くなってきたことでしょうからね。はい。じゃあ、お楽しみ、BGM タイム。はい。ゲット、ジェット、ストリーム、アタック。俺を踏み台にしたぞ。どうぞ、お聞きください。前回の聞いてない人全くいいと思うんですけど。過去回聞いてないと、この BGM タイム自体もよくわかんないですけど、ね。いや、ほんそうだった。うん。確かに。いいんですよ。なんだそれっていう感じだ。でもこれ、あれね、僕ね、BGM タイム、改めて僕らのやつ聞いてみたんですよ。結構 BGM ですって言うとね、なんかいいですよ。ふっと、なんかね、息がこう、なんか落ち着く感じがして、で、この間僕ら喋っちゃってるからいけないんですよ。あ、そうか。喋ってなかったら、スッとこう、落ち着く。ふっとね、そう、なんかいいんですよ。パーンとなって、本当になんか眠れる感じがします。あ、なるほどな、BGM タイム、こういうことかって思いました。いや、そんな目的で使ってる人いないですよね。あ、いるのか。いや、いらっしゃるでしょう。そうか、そうか。その人たちも。そうです、そうです。そうか。ちなみに、まあ、説明しておきますと、その BGM タイムってのは、この人気 YouTuber の真似。そうです、そう。安眠というかね、あれは。寝かせる人の。そうね、そうそうそう。安眠トーク。そうですね、そう。つい喋っちゃうんですよね、私たちね。この時間にね。音楽だけ聴かせてればいい、うん。そうです。なんか申し訳ないなっていうね。喋んな、なんか喋んないと申し訳ない。ね、せっかく聴いていただいてるのに、喋、んないと申し訳ないなって。楽してるんじゃないかとね。やっぱりこう、なんていうのかな、人の良さが出ちゃうっていうんですかね。私たちの。ああ、それはね。かもしれないですね。こうなんかやっぱり生まれつき、子供の時からこういうなんか、いい人できてるじゃないですか。そうですね。真面目で。はい。貧困法制で。サービス精神も旺盛ですしね。女に興味ないしね。一切。僕はね、こう分かったんですよ。浦島太郎の教訓、あれね、浦島太郎の話、何が訴えたかったかっていう、分かったんです。浦島太郎っていうのが、もう女好きなんですよ、すっごい。で、すごい女好きで、あれ、亀。亀はね、あれ実際は物語では亀にしてるけど、あれ女。で、浜辺で、やられちゃってるんですよ。悪い奴らに。それを助けたんです。
で、普段は女遊びとかが、こう、ちょっとひどすぎる浦島太郎。うん。なんか珍しく女の子助けたもんだ。うん。その女の子が、ちょっといいところに連れてってあげます、つって、うん。で、いいとこ連れてってもらったら、やっぱり、こう、楽しくて楽しくて、時間を忘れちゃったんですよ。なるほどね。うん。だせっかくいいことした浦島太郎、また悪い癖が出ちゃった。で、その、うん、そう。結果、時間を忘れてしまって、こんなことになっちゃったぞ。っていう、そういう教訓の話なんですよ、あれ。その解釈面白いですね。うん。もしかしたらなきにしもあらずですね、それ。いや、そうだし、そうでしょ、あれ、多分。うん。いや、もうずっと悩んでんね、あれからね。あ、確かに、そうじゃないかなと思って。何回前でしたっけ？何回か前にね、この浦島太郎の話したんですよ。もう覚え、うん、忘れちゃいましたけど。うん、そうそう。あ、朗読のね。後で調べて概要欄に貼っときますけど。そうそう、安眠トークじゃなくて、本当に本気で寝かせたかったら朗読じゃねえかっつってね。朗読の回があったよね。そうか。また喋っちゃいましたけど、まあビジネスタイム。ね、そろそろ終わりにしましょうかね。うん。はい、というわけでね。皆さんがおね、眠れましたでしょうか。ね。眠れましたでしょうか。あ、そうだ。僕ね、すごいこと発見したんですよ。今回、安眠の研究ずっとしてましたでしょ。はいはい。あのね、皆さんを、はい、なんていうのかな、指定した夢に誘導することができる方法を身につけたんです。ほう。そう、今日僕それやろうと思ったんだけど、うっかり忘れちゃったな。すご。うん。隕石の話、山崎さんするからですよ。今日はね、そう。はい、だ次回にします。次回ね。あ、皆さんを、はい、例えば、今日は、うん、例えば、どんな夢がいいですかね、皆さんね。メロンに囲う、メロン食べたい放題の状況に囲う、の夢を、見れますっていうね。昭和の子供の夢ですね。あ、そう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 。ちゃんと先生その話します次回。あ、いいですよ、いいですよ。本当？そうです、そうです。なんか、あれですね、ユリゲラーみたいですね。何が？ユリゲラーが、ユリゲラーほら、番組見てる方に少しこう、テレパシーを送りますってやってたじゃないですか。それでそれを見てたら、僕もなんか、スプーン曲げられるんじゃないかなと思って一生懸命やったりとかしましたもん。そんな感じで、僕も皆さんに、はい、メロンをね、はい、たくさん食べられる夢を見ていただく、そんなね、テレパシーをお送りしたいなって次回は思いますんでね。わかりました。メロンで喜ぶの多分、40代以上の方しかいないと思うんですけど、まあ、じゃあ、楽しみにしてます。はい。はい。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。眠れないあなたのための安眠トーク、今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。ね、もう本当にね、すっかりね、うん、暖かくなってきましたけどね。本当ですね。ね、暖かくなってくるとね、なんかこう、うん、あれですね、うん、そろそろこう怪談話ってのはね、聞いてみたくなるんですよ。でも、そう、私だけですかね。まあよく、昔、夏になると、よく、はい、怪談特集やってましたよね。あなたの知らない世界。やってました、やってました。はい。好きでした？いや、あ、まあ、好き、怖かったですね。普通に単純に。怖くて、うんうんうん、怖くなるの分かってるから、まあ見なかったですけど。あ、見ない、そうか。はい。見ない派なんだ。僕はだから逆にそれでもう見る派で、もうとにかくオカルト系好きなんですよ。ちっちゃい時から。あ、そうなんだ。怪談話とかね、あと心霊写真の本とか本屋さんで買ってきて。あ、ほいでそれを家に置いてあったりとかするとね、もう本棚に近寄りたくないんですよ。怖くて。ああ。うん。それなのに買ってたんですね。そう。で、もらったラブレターとかを、うん、もうその心霊写真の中に、うっかり挟んじゃって。うっかり？なんかね、親に見られたくないじゃないですか。恥ずかしいから、はい、手紙とか、はい。で、それを心霊写真の中だったらなんかバレないんじゃないかなっていう。あ、なるほどね。そう。そういうことか。うん、自分近寄らないもんだから。あいや、多分お父さんお母さん普通に見ますよね。で、そう。くだらないもん買って。そう言われた。それで、なんかね、小一郎ちょっと座りなさいって言われて。はい。これでうちの母親がね、こんなこと言うんです。小一郎ね、この本、こういう本あるとどういうことになるか知ってるって。こういう本にはね、たくさん例がついてるんだよ。へー。
で、こういうのが置いてあるだけで、もう、この中にね、怨念とか生き量とか資料全部が、こう、あんたが寝てる間ね、歩き回ってるのよ。だから、今からすぐ、これ、捨ててきなさいっていう。もう、それだけで余計怖さ倍増するし、さらに、確かに。中のラブレターも見られたってことだし、しかもそれに対して触れてないっていうのまた、怖いしね。もう、いろんな恐怖が。ああ、うん、いろんな種類のね、恐怖。そう、いや、もうほんとほんと、そんな嫌な思いありましたけどね。まあでも、そういう特集やってたって夏ですから、小田先生まだ4月ですから。うん。4月ですから、ちょっとまだ。もう、でも今からもうね、そのね、オカルト熱っていうのが少しずつこう。準備。そう、春とともにね。うん。うん。春ってなんで人が死ぬんだろうなーみたいなところから、少しずつオカルトの方へ、オカルトの方へってこう、引っ張られていくんですよ。なんかね。そうですね。なんかね、こう体が引かれていくっていうんですかね。はい、誰かにこう連れてかれていくっていうのかね。うん。あれ不思議ですよね。いや、もう本当にここの部分は申し訳ないんですけど、私その、全然、オカルト、あんまり、まあ、信じてないというか、まあ、やるんでね、ちょっと。あ、そうですか。うん。なんかね、これ、僕のね、知り合いから聞いた話なんですけどね。はいはいはい、クラス会の話なんですよ。はい。ね、で、このクラス会に呼ばれることあるんだっつって。うん、うん。これで、このクラス会にね、毎回行くとね、うん、なんかね、みんなもこう、市場にね、みんな仲いいんだ、これ。で、みん、友達がね、もうみんな仲いいの。ね。で、みんないい子で。で、なんかスポーツやるって言うと、これがもう、非常にもう団結する。すごく。それで、たった一人だけ女性、女の子がね、はい、クラスの一番窓際の一番後ろの席でね、みんながなんかわざ騒いだりとかしている時もこう、ずーっとじーっと前を向いてる、静かにしてるの。せっかくクラス会に来たのに、ずっと一人だけ静かにしてる。で、クラス会も何回かあって、会を重ねて、二回目、うん、これも同じように、うん、その女の子が、ずっと、うん、後ろの方で、じーっとしてる、うん。あいつなんで来てんだろうね、なんつって、なんか友達で言うんだけど、まあでもそれよりも楽しいからいいや。久しぶりに会ったら、うん、お前なんで、子供が生まれたんだって、なんつってね。うん、まあ、ほんとね、非常にこれ、みんないいんだ、これ。うん、これでね、もうみんなこうやって、みんなでね、こう、机をね、獅子型にね、はい、囲って、はい、それで、みんなでこうやって、楽しそうに話して、お前懐かしいなぁ、なんつってね。はい。うん。ほいでね、3回目のクラス会の時かな、うん、皆さんにクラス会のお知らせつって、7時半のね、うん、書いちゃったんだけど、実際は7時に待ち合わせしなきゃいけないんですよ。うん、集合時間が7時。うんほいで、みんなに、まだ、携帯がなかった、メールがなかった時代だから、うん、だから、一件一件電話してた、うん、ごめんね、実は7時半っていうチラシ配っちゃったんだけどね、ごめんね、7時なんだ、つって、うん、うん、ああ、いいよ、うん、いいよ、と、なんつってね、一、うん、件ずつね、で電話してた。うん、でしたらね、その、最後さっき言ったね、窓際のね、女の子、うん、あの子のとこ電話したらね、うん、実はね、死んでるんだよ、あいつ。で、お前いつ死んだんだっつって。はい。だってお前クラス会来てたぞって。そんなはずじゃねえよぞ、お前。だってクラス会1回も2回も来てるじゃないかっつって。いや、違う。あの時もうすでに死んでたんだって。先生、何の話を今聞かれたんですか？どういうことですか？ちょっといろいろ突っ込みたいんですけど、クラス会がそう何回もあるんですよね。そうです。いや、そこ、いいです。嬉しそうです。で、一応私、同級生ですから、はいはい、ほとんどクラス会なんて私聞いてないですし。どういうこと？いや、だから友達のね、話です。友達のお話でね。友達から聞いた話を今、いきなりしたんです、ね。あ、そうあ、そうなんです、そうなんです。そうなんですか。友達のね、話でね。待って、稲川淳二の真似してますもしかしてさっきから。私してるな。これ、してるな。やってるな、これ。そういうことか。なんで稲川淳二って人は知らないな、うん、知らないわけない。前も言ったけど、大好きなんだ。
しょっちゅう稲川淳二が怖い話聞いてんだから。やっぱこの、ちょっと怪談話の時期ね、季節になってきたなと思ってね。しかも怪談ないくせにしようとしないでください。私ね、はい、寝る時にね、いつも実は怪談聞いて寝るんですよ。あ、そうなの。あのね、よく寝れるの。あのね、寝れない人っていうのが、うん、実はね、うん、寝れない意識が、こう、なんていうのかな、まあ、意識が散漫するとなって、いろんなこと考えちゃうから寝れないんですよ。うん、で、寝れる人っていうのは、割と、単細胞というか、うん、一つのことを集中して考える人。この人の方が寝られるの。それで、いろんなこと考えちゃう人は、あのね、怪談話、これ、有効ですよ。そうですか。あまりの。先生、今、軽く悪口言ってますからね。え？寝れる人は単細胞って。いや、言ってるんですよ。いや、いや、あれ？そんなこと、そんなこと言いました。やばいな、ほんとやばいな、先生、記憶が。そうなんです。いや、おかしいな、ね、おかしいな、つってね。そんな喋り方だったな、今。まあちょっとね、はい、そろそろじゃあ BGM に。あ、いきますか。BGM さんが、はい。そうですね。はい。じゃあ BGM をお楽しみください。お楽しみください。山崎さん、階段嫌いですか？いや、嫌いじゃないです。全然乗る気じゃないですか？乗る気じゃなかったじゃないですか、今の話。おいおいでってこの話。好きだったら、おいで。死んでた。その女の子死んでた。いや、なると思いますが、私が。だって今、クラス会の話されて。先生と同じクラスだな。うんうん、で先生だけクラス会行ってるわけですよね。友達の話だったら言いましたけど。はいはい。はじめ先生の話だと思って聞いてますから。はいはい。これ実際あれですよ。本当にこの前クラス会があって行っての話だったら、まあ、えってなりますけど、うん、だって作り話でしょ、だって。まあね。しかしさ、クラス会行ったことあります？一回一緒に行ったことあるじゃないですか。一緒に？いつ？え？今から。いつ？ 10 年ぐらい前ですよ。え、どこの？学校。行ったじゃん。嘘？うん。いや、あれクラス会って言わないじゃないですか。ああいうんじゃなくて、その、ちゃんとそのなんか幹事がいて、あ、何組、何年何組、あ、そういう先生を呼んで、はい、そう。あれね、ほんとやってるらしいんですよ。そうなんだ。僕呼ばれたいだけなんで。いや、それ言ったら私も呼ばれてないです。呼ばれてないでしょ、はいはい、やってるらしいですよ。なんで僕ら呼ばれないんですかね。なんだよ、あい。そうね。そうなんですよ。まあでも、ぶっちゃけ疲れてはいなかったですね。あれざると思うんですけど、うん、ね、なんで疲れてないんだと思います？あれ、先生はまあ普通にだからちょっと協調性とかそんなにないじゃないですか。先生からはってこと？堀田先生は、私か、うん、はいはい、協調性がないから、だから、まあ、疲れるタイプでもないじゃないですか。うん。何の納得いかないかもしれない。いや、おかしいな。いや、そういう生き方選択してきてるじゃないですか、先生の場合。いや、そういう生き方であったとしても、はい、ね、別に嫌う必要ないじゃないですか。まあまあ、確かにそう。何その、そういう生き方をして、嘘ついて生きていかないとダメってやつですか、また、それ。出た。でも、あの時代からもそういうのありましたね、でもね。先生なんか、だから、うん呼ばれないのはなんとなくわかりますけど、うんうんうん、私呼ばれないのも本当納得いかないですけど、本当にねえ、ミスタースタンプラリーのね、そうですよね、めっちゃ人に気使って生きてるね、呼ばれるのあれなんでですか？付き合ってる我々仲間が俺とかで私とかだからですか？本当にそれ考えたことありますわ。先生と一緒にいるが俺人から嫌われるのかな。はい。でそれ、ね、泣きにしもあらずですからね。そう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 。一部のコアなファンは。つきますけどね。後輩とかね。うんうん、はい、うん。大抵は、同級生からはやっぱ、特に女性の同級生からは本当に好かれてないですね。嫌われてますね。あ、そうなんだ。いや、先生もですよ、言っとくけど。僕、女性は割と味方多いですよ。だから女性が教えてくれるんですもん。やってたんだよ、つって。え、そうなの？そう、女性が、やってた、呼ばれてないの？なんで呼ばれてないの？とか。なんでそんな嫌われてんの？とか。うん。そう。それで初めて知ったの。うん。嫌われてたんだって。うん。あ、そうですか。そう。そっか。まだ12分。まだ12分だよ。山崎さんなんかね。はい。
え、まだ12分だよっつって。どういうこと？ちょっと今日時間経つの遅いなと思って。ああ。しょっちゅうだって時間見てるから嫌われるんじゃないですか。僕はね、皆さんとね、お会いできるのは本当ね、はい、ありがたいなと思ってて。そうか。そうそう。むしろね、この、もしラジオを聞いてる方が、はい、過去の同級生だったら、うん、謝りたい。ああ。うん。まあ、当然ですけど、私たちのことを嫌ってる同級生は一人も聞いてないですからね。ああ。てか、好かれ、そうですね。あれなんで嫌ってるんですかね、本当に。でもね。うん。それ全然わかんないしね、聞いてみたいし、どうせ言わないんだろうし。ああ。うん。まあ、その嫌、わかんないですよ。多分嫌われてもいないですよ、多分。すでに。ああ、そっか、もうね。うんうんうん。すでにもう。うんうんうん。確かに、確かに。4階の窓から、はいはい。とか、うん、あと階段の、この、踊り場っていうか、うん、隙間があるじゃないですか、下の。はいはい、はい。そういうところから、ツバとか垂らしてたんですよ。え、山崎さん？そう、下まで行くから。え？高校？中学？高校です。高校の時、はいはいはい。それはちょっと汚いな。そうですね。そういうこと知ってたからもしかしたら。ええー、だってそれ一人でやってたわけじゃないでしょ？やめなよって言ってる人が近くにいた気がします。そうそうそう、女性です、それ、大体。はいはいはい。何やってんの？やめなよって言われた気がします。清水千秋とかね。絶対言いそうですね、うん。そうですね。でもなんかね、割とそのなんていうのは、まあ言い方あれだけど、イケてる友達には恵まれてて、うん、みんなね、ね、明るい人たちばっかりじゃないですか。みんな、どうなんですか、ね、なんかね、で割と真面目系から嫌われてるだけじゃないですか、我々は。どうなんですか、ね、うん、だから別にいいんですけどね。まあ別に、まあしょうがないですね。うん、全然しょうがない。ただ、クラス会、はい、うん、クラス会を、なんていうのか、主催する人たちって真面目な人たちなんですよ。あの人たちからすると我々はいらない人。なるほど。うん。あいつらに来ると面白くないってわけです。そうか。うん。まあ、それしょうがないのかな。じゃあ、BGM タイプそろそろおしまいしましょうか。あ、はいはいはい。で、怪談話の続きってわけですね。嬉しそうですね、先生。はあ、いやいや。なんかこの話する前に、はい、UFO の話でもしようかなって言ってましたよ、先生。言ってましたよね。言ってましたよ。ああ、そうですね。UFO の話すんのかなと思ったら、しないですよ。UFO の話、まだちょっとね、次回しますけど。あ、本当ですか。今回しないんです。え？今回はしないんです。いや、してもいいんだけど、はい、ちょっとね、心霊写真。ああ、これね、心霊写真って、以前もね、何回か僕、自分で撮ったことないんですけど、うん、実際、作ってる、出版されているものじゃなくて、うん、信頼できる人間が、うん、その、見せてもらったことあるんですよ。うん、信頼される、家庭教師の先生でした。うん、で、その方が、実は、ちょっと、堀田くんね、心霊写真撮れたんだけど、うん、まあ、見てくれる、まあ、鑑定してくれるってことだかなと思って、うん、はい、で、見たらね、そう、観覧車が、読売ランドに行ったんだと、うん、友達同士で、はい。で、読売ランドに行ったら、観覧車を撮ったんだら、うん、観覧車より一回り大きい、うん、もうね、もう影じゃないんですよ。うん、もう完全に観音様の顔。へ、うん。雲がそういう風に見えたとかじゃないんですよ、うん。完全に観音様の顔が手合わせてこっち見てるんですよ。え、観覧車の後ろ？後ろで。すごい巨大な。うん。そうなんだ。そう。これはびっくりして、当然それ作り物であったわけじゃなくて、ないんですって、何も。ただ観覧車を写したかったから写しただけなんですけど。あ、合成写真とかじゃなくて。じゃなくて、じゃなくて。そうなんです。あ、それはなんか、心霊って言っても観音様なんですね。ね、だから本当はもっと怖いやつじゃないんだと思うんですけど。ね、そうなんだ。そう。心霊写真って本当は初めてね、あるんだなぁ、なんて。なんか今ちょっと予想外でしたね。観覧車に人が映ってるのかなと思ってました。違います。血まみれの人が。いや、でもそれ系はうちの母がたくさん撮ってます。あ、そうなんで、特にやっぱりね、いや、それ本物だから怖いな。川口湖とかで、うん、川口湖多いんですって。川口湖で記念撮影撮ったら、うん、もう森の中でいきなり赤い傘が、ありもしないところで傘が開いてるのがこう見えたりとか、映ってるんですって。怖い。
そうそうそう。それちょうどさっき話したよ。あれさっきでしたっけ話したの。あの、うちの母が心霊写真の、あの、本なんか買ってくんじゃないよ、つって。そうですね。ですね。はい、そう。そんで心霊写真を怖がってるのはそういう理由で、そう、心霊写真結構撮りまくってて。あ、そうなんだ。そう。それこそね、怖いおばあさんが写ってたりとか、いないとこで。うん。そういうのってお払いとかしてもらうんですか？あ、そう。した方がやっぱりいいんですよ。で、やっぱり写るにはそれなりの理由やっぱあるんですってね。で必ず、あの、何かを訴えたくて出てきてる例なんですよ。なるほどね。はい。だからそれがいい例であれば、守ってるよっていうことを、訴えてくれているっていう守護霊だったりとか、まあ、さっき言った観音様だったらかなり位の高い、もう神様に近いですよね。それとはこの逆に、あの、悪霊、この人たちはもう無念の死を遂げた霊だったりとか、その人の恨みとか、その人の体に害を及ぼそうとしてる人がっていうのは、やっぱり霊、心霊で映るんです。なるほど。で、写真よりも実は動画の方が多いんですってよ。ただ写真の方がフィーチャーしやすいのは、うん、昔は動画っていうのは見落としやされやすかったから、うん、うん、結構映ってるんだけど見落とされてたっていう。あ、なるほど。そう。ところが最近は動画もデジタル化 してるでしょ。うん、だからあの止めてみたりとかリプレイとかも簡単にできるので、はい、結構ちゃんと現れる。ってなるとかするのは動画の方が多いんです。そうなんだ。うん。画図、心霊写真ないでしょ、あんまり、今。そうですね。だけど動画多いでしょ。そうですね。そうなんです。あ、うん。まあ、作り物も多いって言いますけど、全部が全部作り物じゃないでしょうしね。そうですね。そうなんですよ。怖いですか？うん。うん、でもね、本当僕あのね、何度も言うけど、霊がいるっていうことはね、自分たちのこの肉体も、やがて滅びるって、滅びた後に、無じゃないんだなっていうこともね、同時に思ってね、まだ霊さんがいてくれるだけありがたいなっていうことも思いますわね。うん、ありがたい。じゃあありがたいかもしれない。そう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 。そう、心霊ってのはね、いてくれた方がありがたいですよ。まあ、実際大切な人が亡くなったりとかするとね、うん、そのまま消滅していくってことに対して悲しさ感じるじゃないですか。うん、でも、どっかで見守ってくれたりとか、どっかで霊としていてくれた方が、ありがたいって思いませんかね。うん、はい。いやー、今夜もほんと月が綺麗だ。ですね。はい。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。あ、UFO だ。いかがでしたでしょうか。これからも都市伝説をはじめいろいろなジャンルの眠れる話題を研究してまいりますので、これからもどうぞ日本安眠ラボラトリーをよろしくお願いいたします。最後に音楽のみお楽しみいただきながらおやすみなさい。